はい、こんばんは、山城と申します。さあ、クリスマスおせち、徹底、カタログ徹底調査2023。コンビニでずっと見てきて、ミニストップさんのやつがね、やっとできてないよっていうことなんで、今日はね、ミニストップさんやっていこうと思います。カタログがね、ないなって言ってたんで、もしかしたらイオンさんとか他の方からやるかもって言ってたんですけど、ミニストップさんも、この前、酔ったらですね、ついにカタログ、出来上がってましたんでね。じゃあ、これを見ていこうじゃないかと、思いますよ、ということでございます。で、前回、とかと同じような感じでね、どこからだったっけ？ローソンあたりからやってたんだったっけ？ネットのね、画面の方で、実際の写真とかデータは、見ていこうと思います。そのあたり、ミニストップさんは、オンラインショップがあって、そこのところのに、カタログという形じゃなくて、今、商品紹介みたいな形で載ってるんで、まあ、そっちのデータと、こっちの方をね、ちょっと対比しながら、見ていきたいと思います。基本的にはですから、オンラインの予約の価格とかで全部出てくるようになると思うんで、ちょっとそのあたりも違いがあるのかどうか、そこまでちょっと今、まだデータ取りはしてないんで、わからないんですけど、ちょっとそのあたりとかはご容赦いただければと思います。っていうのとね、あとね、一応ちょっとタイトルにもちらっと入れてるかもしれません。どういうタイトルにしてるかも、ちょっと私もまだ今の段階わからないんですけど、まあ、ミニストップさんといえばね、最近、大きい、コラボのね、テイクアウト系のね、暗いものとかの、シェア品の、クラブでね、どんと、やってた、東海オンエアさんがね、ちょっと今、大変なことになっているよということで、まあ、ぜひ、ちょっと速報でね、ちょっと入れてほしい、っていう、リクエストとかも、結構いただいてたんですけど、それもね、速報でね、1本でそれでね、撮ろうかなと思って、いろいろデータ取りをやろうと思ってたんですけど、というか、まあ、データ取りというかね、要は、情報で、ね、収集とかは、もちろんやってはいるんですけど、すいません、ちょっと週末にね、この週末にね、ちょっと緊急でね、追加でちょっと臨時のお仕事が、入りましたので、本業の方でね、ラボンで、ね、ちょっとそれの準備でドタバタしてね、ちょっと、それ用のね、収録する時間をね、ちょっと取れない、もんで、すいません。ちょっとせっかくなんで、まあ、ここのね、間で、まあ、ケーキとかね、紹介しながら、どうせこれも2時間とか収録するんで、だから、これをね、1時間とかね、それぐらい収録にしておいてね、それで1時間8ではいいのかもしれませんけど、もう、これはもうケーキをね、見た瞬間に、だってもうね、この画面とかであるわけでございますよ。あ、そうだ。画面設定してない。ちょっと待ってくださいね。はい、変わった。OK。ここからね、有効な URL 等になっておりますんでね。まあまあまあ、基本的にね、今ね、この URL をね、見てね、手でね、ぼちぼちね、URL をね、キーボードでね、わざわざ手打ちする人もいないと思いますよ。概要欄にリンク付けたら、それポチッと押してもらったら気軽に、ミニストップ様のところに行けるように、しておきますんで、ね、全然、それを使ってもらったらいいんですけどね。なんで入れてるのかっていうと、まあ一応、いわゆる文献用名字っていう、あれですね。まあ、必要なのかどうかっていうところはね、賛否両論と、いまいちね、あれとかですよ、学術資料とかのね、やつで、論文とか書くときの文献引用絶対いりますよ。絶対ないと、エビデンス、明示違反ね、なってきますんで、学術論文として成立しないよとかっていうのが、まあ、あったりするわけではございますけど、こういったね、やつを見せるとき、まあ、ホームページで基本的に、画像とかがね、こうやって載ってくる場合には、入れといた方がいいよね、っていう感じですね。まあ、もちろん、保証事、あの、とかでも、単純表示とかでもダメですよってなってるところはダメですよ、とか、あとは、ポルノね、系のやつとかでね、そういうエログロ系のやつでね、引っかかるようなやつとかはダメですし、とかっていうのはね、もちろんあるんですけど、まあ、基本的にこういった、広告系ってなって、いや、こういった広告パンフレットとかって言って、無料配布をしているものに関しては、それ、基本的には、皆さんに知ってほしいですよって言って無料で配ってるものであるんで、そこに関してね、実はそのデータっていうのは、無料で見れる、閲覧できるもの、誰でも閲覧、ね、手に取って閲覧することができますよというものなので、基本的にはそこで、まあ、もちろん著作権がなくなってるわけではないんで、まあ、そのあたりちょっと難しいところだったりするんですけどね。まあ、一応、うちのところは、まあ、こういったところでね、まあ、一応、反則のね、やつどっていうことで、あるんで、
URL の貼り付け及び、このね、一応画面内に明示をしますよという形で、一応対応させていただこうかなというふうには思っておりますよというような話で前にしたっけ？ちょっと画面コード変えましたよねっていう話もしたっけ？あそこファンから使ってるか、まあ、使ってるから言ってるかなと思いますけどね。っていうような感じでね。まあ、とりあえずね、ドカドカと、やっていきたいなと思っておりますよ、ということでございます。さあ、ということでね、早速、ミニストップネット、見ていきたいなと思います。で、また間のところでね、そのあたりとかのところでも、ちょっと、なんかね、ポッと思うところとかあったらいろいろと、まあ雑談もね、兼ねてやってますんで、どうせこのね、チャンネルなんで、基本的には、何かの特集とかって言ってやってるやつでも、まあ雑談が入ってくるっていうのがね、まあ、うちのチャンネルの常にはなると思いますんで、本当なら、だから配信で、実はね、これとかもね、本当はね、配信でね、やれたらいいんですけどね。まあ、今の時間だったら、まだいいんですけど、これって言ったらね、場合によってはちょっと、結構、ポンとね、電話とか入ってきて、仕事の電話とかがね、入ってきたりすると、それでなくせなくなっちゃったりとかしますんでね、っていうのがあったりしますんでね、まあね、あんまりそういうのもないですけどね、っていうところで、ね、ありますけど、ということでございますのでね、早速見ていきましょうということで、まあ、ミニストップだ、特徴的には、まずこの一番最初の表紙ですね、この、インターネットの画面もそうですし、実際このカムイチでね、ポンと出してますけど、実際のこの、カタログでも、表に来てるのが、ボッシュドノイルってことですね。これがちょっとかなり特徴的になってくる、まず一つ目じゃないかな。ドンと出してあるのが、ボッシュドノイル来てる。要はショートケーキ系じゃなくて、このね、木の切り株みたいなやつをイメージして作ってるはずなんですけど、このボッシュドノイルのスタイルのやつが、フラグチップになってるっていうことですね。っていう形なんで、これは一つ、結構、今回、4社4用、差が出ましたよね。チキンをドーンと出してる、売りたがってるよっていう、売りたがってたのが、セブンイレブン、セブンイレブンさん結構そうか、パーティー向けのやつを、かなり力が入ってる表紙になっておって、ローソンさんは、ショートケーキ、で、自社のショートケーキとかと、さらに、L チキとかはね、O チキとかを合わせてっていう感じで、ファミマが、比較的、ケーキの比率が高かったのかな。あとワインだ。ワインがね、かなり、力入ってるなっていうのが見て取れたとか、いうようなところとかがあったりしましたけど、ミニストップさんは、表紙はこのビショルノイルの、方のやつで来てるよ、というのが特徴になってきますね、ということでございますね。このボッシュドノイル、あとね、商品の紹介の方ってこれは出てくると思いますし、ここからね、ウェブ予約で飛ぶこともできるんですけど、一応、ここからさ、一応、店頭カタログあるわ。ここにあるわ。もあるんで、店頭でも、ないとここで見れますね。こんな感じで見れますね。こんな感じで表紙はこれに取って、裏表紙のところに、これですね、チキンが、切れますよってことで、実はミニストップのね、チキンも美味しいですからね。で、これが、裏表になっていて、これ、点名をしてあるかな？あ、ないな。大丈夫かな。こんな感じで裏表になっていて、実際店頭にはこっちを半分一列で、下の一列をこれでずらーっと並べてって感じで段々にしてあったんで、思わず2部ね、あ、これとこれとって思って取ろうと思ったんですけど、大体、あ、このパターンはもしかしてと思ったら、やっぱり裏表になっておってっていうパターンですよね。一部でね、どっちもね、見れますんでね、ということでございます。あるあるですよね。おせちとクリスマスが一人になってるやつでもね、ポンポンって取ったら、今回分厚いなと思った。ああ、両方で一つにしてあるんじゃないっていうね、ことは結構あります。おせちとあれとは一緒にしてないんです。クリスマスがこのチキンをメインにボンとしてあるようなタコっていうのをやってたの、両開きでもないんですけどね。こっちから1ページ目っていう形の片開きにはなってるんですけど、っていう形にの構造のパンフレットになっている。このパンフレットの説明だけ10分取ってくる。ああ、でもいいか。間で調べたりして、設定しなしてるしてたのもとか、大丈夫かな。っていう感じですね。っていう感じでございます。どうしような、こっちもカタログで見ていくよりか、見てた方がいいのか。こっちのやつでデータで見ていきましょうか。せっかくですし。次に来てるのが、ご予約特典ということで。こんな感じで、ラーバズ、ラクーラク、映画を触れる特別なひとときをということで、美味しい料理やケーキが揃えれば、みんな心はもっとワクワク、大切な人のスマイルとともに素敵な時間を過ごしてくださいということで、
見て取れるのは、いろんなケーキをドドンと乗せるんじゃなくて、ケーキ1、チキンここ。で、まあ、次にショートケーキ、定番的なショートケーキに、奥にさらなるオードブルっていう乗せ方をして、まあ、ここから見て取れるのは、どっちも乗りたいんだねっていうのがね、見て取れるところでございますね。なるほどな。やはり、今はケーキだけでね、こう売ってくというよりは、やはりその総合力で売っていくっていうところがちょっと見て取れるところですよね。で、このあたりとかでも、例えば、面白いのは店頭予約だと、このあたりでね、200円引き、早期割引と200円引き貼り出しです。この、早期予約は11月27日。まあ、これのアップロードがかかるときにはまだね、余裕があると思いますので、大丈夫だと思います。10月28日に言われると私急いでね、今から死ぬもの狂いで、アップロード書きますけど、多分こんな感じなんで。あ、これ、編集日、収録日見えてんだね。そうや、これ配信用画面でやってるから、実は時計がね、ちゃんと正確な時計が出てるんだよね。今ね、この時間なんでね、そう、職場の人ならわかると思いますけど、私もこれね、収録したらね、ちょっとね、明日の準備してね、仕事のね、の、にね、影響で安くなっていかないといけませんのでね、ということでございます。毎日行ってるね、ようなところ、よく行ってるよっていうところだったらね、そこまでね、心もわからないもあれなんですけどね。もちろん詳しくは言えないんですけど、私はもう完全に初めて行く、ところなんでね、どんな感じなのかなというのをね、事前にいろいろね、データをね、入れたりとかね、しておかないといけませんのでね。っていうのがね、まあいろいろとあったりするわけですよ。まあ仕事の方は、まあそっちが仕事なんでね、うちの場合はこっちが、収入比率で言うと、99.98%のそっちの方がね、あれになってますからね。1%くらいはなってる。1%未満ですね。やはりそうですね。99.98%くらい。99.8%くらいか。完全にね、こっちのね、本業のね、やつで賄ってますんでね。本業をね、あれになったらね、あれっていう話もね、またそれもね、ちょっとね、何かしらに取ろうかなと思ったけど、あまりにもちょっとね、シビアなね、話題すぎるんでね、ちょっとね、今、三河地方でいろいろと、小手さん、東海オンエアさんのね、タイミングとね、これも被ったのがね、なかなかあれだなとは思ったんですけどね、そう、今ね、実はここら辺よりもさ、もうどうだろう、岡崎もね、まあ、要は、ほど出てますからね、トヨタさんがね、今、ちょっと、稼働停止がドカッと出てまして、部品のね、関連会社さんの、部品工場がね、ちょっとドカンと爆発をした兼ね合いで、今、ドカンと生産が停止しちゃってますよ、というのがね、あったりとか、して、ほぼほぼ、このね、今、もう収録日出てるんであれです。この週はね、ほぼほぼもう、7工場、8工場止まって、って言ったんですよね。まあ、報道でも出てます。ニュースも出てるんでね。もう、ご存知の方も多いと思いますけど、特に東海地方だと、これかなり大きいニュースでね、取り上げられてます。まあ、実際ね、そのトヨタさんとか、工場がそんだけ止まれてると、もう相当なね、経済的打撃がありますからね、っていうことで、そう、こっちの方もね、その三重県の工場が、ちょっと止まってるところが、トヨタの関連さんのところでね、止まってるところがあったりするんでね。まあ、大変だな、と。ね、たい、まあまあ、大変。かなり大変なことにはね、のはなってるんですけど、まあ、四日市市全体で言うと、比重はね、トヨタ市とかと比べたらそんなに高くないですけど、で、岡崎市も、トヨタ自動車さんの関連工場がそんなにあるわけじゃないですよね、実は岡崎って。トヨタの隣なんで、従業員は結構ね、大門から北の方とか、大洲市とかだとどうなんだろう、もうちょっと北の方とか、大門とか、あっちの方だと、トヨタの関連工場の方で働いてますよって人も多い。岡崎の北部ね、25%の井田からね、さらにもっとずっと北の方いたあたりの、になると、トヨタの方、工場に働いとって、そっちの方に帰ってくるよっていう人も結構、いるんですけど、近いですかね。結構トヨタの南の方にある工場とか、トヨタの関連工場。まあ、トヨタ市にはあちこちにトヨタの方がね、工場がありますから、っていうのがありますけど、ただね、同じ三河でも東、いわゆる西三河って呼ばれる地域でも、
まあ、三好市とか、もちろん、豊田市はもう、ドカンとね、本丸御殿、豊田の本丸御殿ですから、豊田のね、影響がすごく大きくなってくるんですけど、岡崎はね、結構比較的、まあ、もともと三菱自動車のね、が岡崎なんで、とかがあったりするんで、ここまでトヨタの比率が高いわけじゃない。ベトナムのね、いろんな産業が入ってるんで、こうね、工業系も商業系もいろんなところがあったりするんで、ですから、どっちかというと、安城とか、安城は相当ですよね。安城三好とか、あのあたりはかなりトヨタの関連工場の、刈谷とかね、刈谷もね、結構あるか。あのあたりとか、の方が、がっつりとね、トヨタさんの関連によって、動いてるところが多いんで、あっちの方がその影響はもちろん大きいんですけど、まあ、トヨタも、まあ、言うてその、まとないってありますからね。全然、全く無関係ではない。むしろ、まあ、ね、全国的に見たら相当影響は強い。ところにはなってくるわけでございますよ。まあ、そこのところにね、わーっとなっておってっていうので、結構、地方き、経済的には、大変だし、ちょっとかなりシビアなことになっちゃってるよ。どうすんのよっていうところから、実はその、ちょうどタイミングがね、もう、ほぼ同時だったんで、その東海オンエアさんのね、その問題がドンと出ちゃったのが、ほぼ同時だったので、これはちょっと、実はタイミングが非常に良くなかったタイミングでね、ちょっとわたわたがあったんで、なかなか、そういう意味でもちょっと厳しいところがあった。まあ、ちょっと、これはちょっとたまたまなんでね、これは完全にたまたまのところなんで、あれなんですけど、っていうのがね、あったりとかしますよね。まあ、あのあたりもね、先にちょっと先の方の話とかしちゃいますか。なんかまたタイムライン貼っつけときます。こっから先、余談じゃなくなって、本編の方に入りますよみたいな貼っつけときますけど。まあ、いろいろと、あと出ておって、今の段階だと、ちょっとまた、世の、その、よくニュースとかで出てるところだと、まあ、とりあえず、柴犬が、入院したのかな？病院ね、入ってっていうようなところまで、で、とりあえず、一段落するのかと思うので、なんかが、さらになんか、ちょっと、わたわたしそうな、あれがあるんで、まあ、どういうふうに落ち着くのかとかっていうのがありますけど、これ難しいのがね、大体、まあ、よくあるのが、まあね、私も別にその、中の人じゃないですから、その YouTube でね、やってはいますけど、別に、じゃあ、ね、東海さんとね、なんか面識があって、どうのこうのっていうのがじゃないですから、ただただ、満腹屋にね、東海オンエアさんの満腹屋ってね、満腹屋にね、入って、満腹屋のね、動画が一番伸びてるよっていうだけのね、まあ、そう、あれだけ満タン、あれだけじゃないか。一応3つくらい今、1万再生いってるのがありますけど、エスカレーターが一番いってて6万再生か。で、今2位か3位ぐらいは来てるんだよね。満腹屋の大盛りね。えぐいよっていうね、動画ね、ありましたけど。で、いうのがあったりするっていうだけなんで、別にね、ご当人様とかと面識があるわけでもない、ところではございますから。なんだね、他のね、知ってる人の方がありますからね。とかっていうのがあったりします。っていうことなんで、そんなにね、まあ、いわゆる、まあ、第三者的立場じゃないですか。だとね、まあ、大体こういう立場だとね、言うのは、言えるのは、まあ、頑張ってください、とか、そのね、まあ、ね、やめないでとか、まあ、いろんな声がね、わっと上がる、ところだと、思うわけなんです。これ難しいのはね、まあ、そういう状況に、なっちゃってるっていうことなんで、その声を、今変な話、送れるじゃないですか。誰でも、とりあえず、ツイッターとかでアカウント作れば、今いくつか、アカウント作ればあれですし、Google のアカウントと思って、例えば動画にはね、まだ別にコメント封鎖とか、全動画でもコメント封鎖とか、そんなのやってるわけではないんで、ね、東海さんの動画に別に書き込むとか、できることはできるじゃないですか。ね、っていうところで、そういったところで、わーっと書き込んでね、意見を出すっていうのが、まあ、基本的には、その自分の意見をね、あんまり隠すよりは出した方がいいよっていうのはね、普段から言ってるんですけど、こういったケースはかなりちょっと特殊なケースで、要は、たくさんの声を聞くということが、一つのプレッシャーになってしまうところまで来ちゃってる可能性があるんで、まあ一つ、
静観するという選択肢が、普段ではな、静観するという選択肢を取ることは、あまりいいことにつながらないよっていうところなんですけど、これこうは、応援する声を上げても、それがプレッシャーになる恐れもある、ところがあったりしますので、まあ、だから、とりあえずちょっと、まあ、病院に入ってみたらね、とりあえず、そういった情報からね、離れてっていうので、まあ、いわゆるデジタルデトックスじゃないですけどね、まあ、そういうのが一つ、大きなファクトにはなってくると思うんですけどね、まあ、ちょっとね、ここまで大きなことになってしまったんでね、落としどころって難しいところだとは思うんですよね。メンバー制6人でね、これも続けていくか、にしてってなるにしても、脱退するってなるにしてもね、まあ選択するのは結局、司馬遼さんになってくる。で、いうふうになった時に、まあね、だからそこで難しいのは、結局、家庭の両立っていうところでね、まあ仕事と家庭の両立っていうのをどうさせていくのかっていうところで、なんかね、今の報道ね、奥様のね、綾菜さんとかのね、やつとかもね、見て、まあ、もともと綾菜さん、しばらくチャンネルそんなにガッツリ見てるわけじゃないけど、綾菜さんっていうと、まあ一応、ほら、相馬さんのところとかに出てくるじゃないですか。相馬さんのね、ところとかで、出てきた時の、ね、フリートークの話とかを聞いてるところとかで、の情報が一番まあ大きいところになってくるんですけど、まあ結構、なんて言ったらいいのかな。まあ、いわゆる、どっちかというと、発信力を強くするタイプの方じゃないですか。まあ、それが、まあ、いろんなね、まあ、31人騒動とか、まあ、いろいろとあったわけでございますからね。っていう、ところなんでね。まあ、結構、まあ、もともとまあ、そんなにブレーキは効かないタイプだよっていうのがあって、まあでもそれを含めてね、夫婦になろうっていう、あれになったので、家族になろうっていうふうになってたんで、あれなんですけど、まあ、だから、そういう感じのね、方だと、まあ、うちもね、自分全然結婚したことないですけど、まあ結構、周りが結婚して、わーっと別れるのを見てってるじゃないですか。で、まあ、変な話、今の職場って結構少ないんですよ、離婚率とかね。今の職場は実は離婚率が少なくて、接客業の時なんてもう、バツイチついてなきゃ社員じゃねえよぐらいのね、勢いだ。既婚者でもバツイチで、バツにもね、バツにも、さすが10%、全体に10%くらいバツにだったんじゃない？バツ、その正社ね、正社店長以上、クラス以上だと、バツついてない人が片手で注いでるよっていうぐらいの、あれで、ほぼほぼバツついてるか。まあ、うちみたいに逆に未婚っていうのがもう珍しい。まあ、特にカラキ屋さんだとね、まあ若い時は結構やんちゃなね、感じのね、イケイケでねっていう人が結構やっぱ多いんで、まあ最近はちょっと変わってきてるらしいですけどね、カラキ屋さんのに入ってくる人たちも結構、うちも辞める直前ぐらいから結構なんかオタクな子とかそんな感じの子も増えてきて、おうおうおう、こっちの業界に来たんやってね、思った。まあ昔はもうね、もうパリピイエーイみたいな、もともとホストで今回やってましたで、カラオケ屋でも任せてくださいよ、深夜でも任せてください。イエーイっていう感じで、シャンパンイエーイみたいなね、感じの結構、わっと入ってきてね、イケイケどんどんやってる感じですね。まあ、その時に若い頃にね、追い出して、もう二十歳でバツイチついてましたよっていうね、いう人とかもざらにね、いるよっていうね、ところだったりしましたんでね。ですし、あれですけど、まあ、結局やっぱ、塩の仕上げとか、土日休みとかも絶対取れないですしね、っていうようなところとかだとね、まあ、結局、なかなかね、家庭との両立って難しくて、特に今って、じゃ仕事だけやってりゃね、子供の世話とかはね、もう女に任せて、みたいな、昭和の時代って本当にそうだったところがあったじゃないですか。で、まあ、話、ね、そんなに女性は、まあ、ちょっとパートに出るから、ね、でもそれか専業主婦か、みたいな、ぐらいのところでっていうところだったんですけど、まあ、それがね、女性の社会進出とかがわーっと増えてきて、っていうようなところとかになってきたときに、じゃあ、男性がね、家庭も見るようにしましょうって言ってね、じゃあね、それぐらいの、育休のあれとかね、いわーといろいろ話してたんですけど、実際それ運用ちゃんとできているところってあんま少ないんだよな。まあ、大手さんのところとかに行くと、あ、すげえな、マジで、こういうふうにしてできるシステムになってんだな、と思って、そんな
んなね、人的余裕、持ってるところは、まあ正直、非常上じゃ皆無じゃねって言いたくなるもんね、っていうようなぐらい。難しいよねっていうところですよ。だってないそれは触れないですからね。でもそれが、まあ、日本の場合はもう国家全体にないそれ触れなくなってんじゃんって言いたくなるんですけどね。もちろんお役所とかは別ですが、もっとこれ以上はね、あれですねっていうことなんですけど。まあ、だからそこのところで結局、どう折り合いをつけるかっていうところで、あれなんですよね。もちろんそのね、ね、奥さんも働く、ね、バリバリ働く分、そんなにあれ、ね、男性の方も、しっかり、結構早い時間にね、しっかりと定時で帰れるようにして、とかって言うんだったらですけど、まあ、実際のところ、そんなうまいこと、ね、両立できるような体制を持って徹底するかって言ったら、まあ、どっちかというと、できてないよねっていうところが多い。で、いう中で、夫婦間の、折り合いっていうのが、結局、そこでね、レストになるのか。家に帰ってから家庭で過ごす時間がレストになるのか、それともプレッシャーになるのか。仕事がレストになるっていうのは、まあ、だからもう、ほぼないじゃないですか。まあ、YouTuber だとね、遊び、ね、楽しいことを仕事にするっていうような話がね、あるっていうんでね、そこでね、そのレストになるんじゃないかというけど、東海さんの動画を見たときに、あれレストになってるのかっていう、地獄のような大食いをしてみたりね、地獄のような体験企画をやってみたりとかね、それをね、ガーッとね、デスクワークで自分たちで編集してね、やってってね、それも、うちみたいな動画だったらいいですよ、ノンテロップね。ほんとテロップの有無ってめちゃくちゃ大きいですからね。最近なんなら旅行企画動画があまり取りためしすぎとるもんで、最近カットインとかも入れないようにしてるじゃないですか。まあ、その方が見やすいっていうのもあるんですけど、うちの動画の場合。連続系なんでね。全部がぐらーっと繋がっていくのは、もうあのまんま ぐらーっとしたの8時間のね、動画にしても、さすがにもう見るのしんどいわってなるのが目に見えてるんで、あれをね、10分ごとに小出しにして、まあ毎日ちょろちょろっと、まあだから世界の車窓からスタイルって呼んでますけど、山田の車窓からって言って、それから撮ったりやっていますけどね。っていうようなのがあったりとかしますけど、っていうような感じでね、やったりとか、あれぐらいだったら、まあ、それでも、あれでも小一時間はかかります。あれでも小一時間、編集開始してからもう、ぐっとね、もう何もせずにガッと集中してやって、小一時間ぐらいでだいたい一本作るんです。多分、これは、普通の YouTuber さんの動画では絶対無理。だいたい1分作るのに1時間って言われてます。フルテロップの動画とかだと、まあ、1分1時間で作れたら、もうベテランの慣れた人で、1分1時間あたり。だから、10分の動画作るのに10時間はかかるよっていうぐらいの計算。で、大体、東海さんの動画だと20分とかなんで、2時間とかってなってくる。ヒカルさんのところとか、ラファさんとかのところは、ちょっとまとめてね。あそことかは、ちょっと、もうちょっと話が変わってくると思うんですけど、それでもね、多分ね、いわゆるカットインとか入れたりとかして、っていうんじゃなくて、基本的にカットにテロップ入れっていう作業です。まあ、小物ともどっちかというとそっちのパターンに近いのか。っていうような感じでね、別に BGM もそこのシーンに合わせてなんかいろいろと変えたりとか、そういうのじゃなくて、パンパパン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 とずーっと同じやつを流してたーって流して、そこでどこでそのヒカルさんのトークでどうやって、目立つんですか。だからそこに力を入れるっていうか、そこで目立たされるんじゃなくて、光にトークの抑揚でね、こう持っていくのかっていうところに見せるっていうところだったりするんで、まあこれがいわゆるインテレスティング系、まあそれをやるならファニー系でそれをやろうとしてる人がいるか、大体なんで、こうドーンと縛ってるんですけど、ヒカルさんとかは、そのあたりでインテレスティングをしっかりと言う、上手く動画が作れるっていうのがさ、ファニー系のね、一瞬のね、ドーンのね、打ち上げ花火的なね、トークでね、2時間持たせようと思ったら、それはね、もう花火大会状態になるんでね、まあ、もちろん、やった瞬間にはすごくあれなんですけど、準備もすっげえ大変だし、あれになるんで、いかにこう、線香花火で2時間持たせるのか、まあ、それをちょっと大きい線香花火したり、たぶん一回ね、ボーンとね、でかいのをポンと打ち上げてみたりとか、やるっていうので、折り合いをつける。っていうのが、実はヒカルさんのところの動画の強みだったりしますけどね、っていうようなところは、あれはね、あんまりね、うまいことね、持ってくのは難しいですからね。あれはもう、
先輩特許になるよなっていう感じだったりするんですけど、で、なんだったっけ、でもその形だと、いわゆる、カットテロップインのところに注力してやっていくんで、多分1時間1分、まあでもね、あるよ。これから始めようっていう人は、それでも1時間1分では終わらないですよ。1分あたり2時間ぐらいは見といた方がいい。だから10分の動画作るのに20時間ぐらいかかるって思っといた方がいいです。あと、スペックが相当いいパソコンでないと、テロップを入れ始めた瞬間めちゃくちゃ重たくなりますからね。うちも一応簡易テロップみたいに入れてみたことがあると思うんですけど、やってみたじゃないですか。あれね、簡易テロップ入れた瞬間にね、20時間、AI とかの技術も駆使したんですけど、CPU と GPU がもう、おんがーって10時間ぐらい悲鳴を上げながら頑張って作ってましたんでね、っていうような感じになりますんでね。まあ、うちもスペックがそんなに悪くはない。ライゼンのね、成分使ってますし、グラボはあんまり強くないやつですけどね。1060Ti か。ですから、まあ別にそんなに強くないやつではなんですけど、一般のご家庭のパソコンでそうやろうとすると、本当におっしゃいますんでね。一般のパソコンだったら、うちぐらいの、本当に切って貼って、なんならここでなんか多分 BGM つけてないじゃないですか。BGM なしでこれだねって言うんだったら、まあね、できることはないと思うし。だからこれはね、サブの11時枠のところに放り込んで作ったりとかできるようになってるのは、まあ、1日4分に、ね、なるので、この長尺とか上げれるっていうのは、そういうようなからくりがあったりするわけではありますけど、まあ、そういうようなこと別にやってるわけじゃないですか。ね、もう正統派にどんどん作って、まあ、それで、まあ、しかも結構ね、年々、特にここ、今年、の動画の傾向を見てると、東海オンエアさんのね、動画の傾向を見てると、まあ、てるよね。時間かかることやって、収録自体もね、期間かかるタイプのやつとか、もしくはその耐久性がね、結構、前のやつよりもね、さらに耐久性が高くなるような、しんどい、いわゆる。まあ、いわゆるこっちの四日市目でいうところ、えらい動画、ね、になってくる。えらいな、これ。これ、えらいなのっていうやつね。そう、最近、四日市弁、そう、三河弁がね、東海オンエアさんのね、力でね、三河弁の知名度が全国的にわーっと上がったのと同じような感じで、今ね、ロリカミでね、しぐれうい先生がね、がっつりね、うままさ、がっつり、ドカーンと伸びてますから、もうすぐ4000万再生、これだけあるときに下手すら4000万再生いってるでしょ、ロリカミ。すごいような、っていうふうに、そうそう。もう、1ヶ月弱で4000万再生したのに、えげつない数、日本の人口の3分の1が見たことになるって、まあ、ちょっとあれ、海外が上がってるんで、あれなんですけど、だから、ちょっと登録者数のね、伸び方もね、だいたい1万人増えるのに、必要なのが200万再生って言われてるんですよ。通説ですけどね、だいたい200万再生で1万人くらい増えるのが、まあ、上達。200人に対して1人、200再生について1人増えるっていうのが、まあ、だいたい順当な数字ですよって言われてて、ショーツはそうはいかないよっていうのと、あと音楽系のやつもやっぱリピートで聞く方が多いんで、そうするとこの200万再生、200万再生で1万人増えるのは、そんなに、っていう法則からちょっとずれやすいよと言われてる。音楽系の動画で、今100万人、だいたい100万再生増えることに1万人増えてるんで、めちゃくちゃ海外の新規の人が、ね、見ちゃってるんですよ。あらゆる言語圏でもう見られちゃってるんでね、っていう風になってるんで、ちょっともう、こっちはこっちは、いい意味でね、もう収拾がつかないっていうね、やつになってますけど、世界中にロリガミがね、英語ではロリダンスって言って広まってるみたいですよね。ロリダンスって言っていろいろと、広まってるみたいなんですけど、なんてこと、とんでもない。めっちゃ元も子もですかね。略。ね。幼女の、幼女のダンスですからね。ノリダンス。怖え、幼女ダンス。って言って、これが世界的に、TikTok 関連の踊ってみたとかがなんか3億再生とか言ってましたもんね。まずいですね。ということなんですけど、まあ、そんなところとかもあってね。なんだったっけ？ね、東海さん絡みのところはね、まあ、ちょっと難しいところもあるんだろうな、いうところ、そういうふうな感じで、その仕事で、じゃあレストになるのかって言ったら、まあ、ね、なかなかそういうような、そういう企画をやって成功させるっていうのも一つ手なんですよ。例えば、
温泉旅行じゃない、V 独でやってる人とかね、なんでそんなね、やってあげた何が楽しいねん。これ、世界中の人たちにね、カップルでね、わあ、すごい、一泊5万円の、ホテル泊まりました。わあ、素敵なお料理、美味しい。なんてね、言ってるね。だけど、やつとかあるじゃないですか。まあ、お前の動画が言うな、この動画が言うなと思うかもしれませんし、まあ、それは、感受しましょう。甘んじてその意見は、受け入れましょうとは思いますけど。ね、っていうのとかがあるじゃないですか。なんかって言ったら、まあ、それはもう収録してるので、それで、あれですよ。もう収録してることでハッピーっていうのが、で、まあ、そういう人は基本的に別に仕事を持ってよってね。ハッピーをお裾分けしたいっていう修理なんで、あれなんですけど。でもそういうのが好きっていう人もいますからね。幸せなカップル見てると、私も幸せな気分になれちゃうっていう、ハッピーの連鎖とかってね、いう人たちもいるんでね、他人の不幸は蜜の味っていうね、言ってるどっかのね、チャンネルの代表とは違うわけですよ。どっかの妖怪っていうのはね、例の片隅でやってる人とは違うわけでございますよ。っていう人たちもいるわけでございますからね。で、それでね、ちょっとね、まあ、5万円ぐらい使ってね、1万円ぐらい返ってきたら、ハッピーっていう。好きなことをやって、それはまあ、いわゆる好きなことをして生きていくのところのあれですけど、っていうのはね、ところでやってる、フェーズだとね、なんかあれなんですけど、まあそういうような感じ、まあそういうんじゃなくても、例えばうまいこと両立させてる例ってなんだろうな、あっちゃんとかそうかな、まあ好きなことを語るよね。それをまあ論理立てて語るとあれですよ。配信者の人っていうのは、比較的その傾向が強いかもしれない。特に自分のやりたいことをちゃんと目標設定定めて、やってるタイプは、いや、ゲームがすっげえ好きだからゲーム極めてやるぜって、ゲームを実際に極めてね、やってる人たちだとか、まあでも、いや、うちの場合はどっちかというと雑談が強い人なんで、いろいろね、あったこととかを面白くしく、わーっと話す。まあ、スバちゃんとかもそうですよね。まあ、どっちかゲームが得意だぜ、ウェイっていうよりは、ね、日々の出来事を、面白く話していく。ね、ちょっと雑談とかでね、わーっとね、一緒に会って話した時に、ボンと面白くする力。まあ、だから何見たって面白いからね。結局、スバちゃん見ちゃうんですけど。まあ、だから、だんだん傾向で言うと、リクロスだと、だからラデンちゃん、なんやかんや一番ラデンちゃん見るな。いや、本最新を見るのがね。ただね、この二人も見てたらね、一日流しとったら終わっちゃいますからね。っていうことなんでね、なかなかね、完全にね、フルでね、配信になるとね、2時間とかね、時間を取って消えてきますんでね。まあ最近はですから、移動中にね、音楽をかけとったのをちょっと配信の雑談配信のやつに書いて、中で流してね、聞いたりとかっていうような感じでね、ちょっといろいろと、ちょっとアーカイブも漁ったりとかしてね、やって、聞いてますけどね。いうようなことやってるとね、そう。だからね、流れで使えるっていうのも大きいんですけどね。アーカイブが流れで使えるっていうのも大きいんですけど。まあ、その点ね、配信の場合は、まあ、だからその代わり、配信の、だとね、その、いや、再生の広告収入とかで、請求させるっていうのはすごく難しいんで、人気のところでどうせと5万、超人気やね、どうせと5万って言ったら超人気コンテンツですもんね。まあ、そう、ホロライブ見てるとね、一番声がね、結構ね、ちょっと雑な配信とかに2万さ、ね、配信とか行きますけど、一般的に、ちょっとホロライブ覗くにした場合はね、どうか1万、同説1万いくって言ったら相当人気っすよね。最近他のやつで1万いったら、新規とかは3、4万とか言ってましたもんね。だからすっごい人気コンテンツっていう部類になってくると思いますけど、2、3時とかのでかいイベントとかでももちろん行くか。もちろん行くね。2、3時になったらもちろん。二次校とかあのあたりだったら全然行きますもんね。最近そのオリジナルで1万超えてるなーっていうのをパッと見に行っちゃう。ああ、オネシトとか。マサル君のところのオネシト、あれは1万超え、ね、どうせ1万超えてわーってやってましたけど。基本的には、一般的には、多分どうせ5000とかあるって言ったら多いのよ。そう、多い。し、っていうところで、ただこれ5万になったところで、本当に広告収入だけでやろうと思ったら、配信機は多分
めっちゃむずいっすよ。間にめっちゃカットインの広告を挟み込むという手法でやらなきゃなんですけど、まあ、うちプレミアムがあるんで、どれぐらい挟んでるのか私知らないんですけど、わからないんですけどね。全部スルーになっちゃうんで。なんなら、言っといてくれたプレミアムなんで勝手に踏んだこと。なんか、プレミアムの私、仕組みよく知ってなかったんで、あれは、ちゃんと広告を踏んだ計算で収益がちゃんと注意になってるらしいんだよね。なんなら、私がよく見てるところ、全然広告挟んでおいてもらったら、私が、プレミアムでね、金の力ね、物言わせてたら、いやいや、入ってたらね、いや、知らねえよ、って言ってね、そのまま見ちゃうんでね、あれなんですけど。まあでも、やっぱり結局、どれ、苦手なところ、結局スパチャなんですよね。スパチャだろ、みんなところはある。まあ、ただ、これ直接収入みたいに近いところはあるんで、しっかりとスパチャを、安定的に、取れるような、取れるようなって言い方よくないか、ファンのね、どうしっかりと、つけて、おけば、変な話、YouTube の広告収入には左右されないんで、まあまあ、アドセンスとかを変えるとかって言われたらあれなんでしょうけど、別に YouTube でスパチャを投げてた人に、ああ、じゃあちょっと YouTube だとちょっと YouTube がこれから、うちが、7、3ぐらい、7割ぐらい、YouTube の、取り分にしちゃいますとかって言われたらね、ちょっと、辛いんで、ちょっと別のところで、スパチャお願いします。別にありますからね、ニコ動とかだったら1割ぐらいの、これギフトとかあるんですよ。あるんですよね。ニコ動にはね。そういうのもね、買ってもらうといいんじゃないかな、なんてね。ニコ動のギフトはね、うちのチャンネルも、受付できてますんで、いいよ。いくらでも送ってもらって。いやいやで、ね、っていうことに。スッと入れときながらね。そんなことを入れときながら、なんだったっけ。そう。まあ、いうような感じで、まあね、収益体制のね、とかがあったところで、ね、やっぱ広告収益自体もちょっと下がってるよっていうのがあったりするらしい、ね、ところでね。まあ、その中で、頑張っただけ、ね、視聴がね、維持できる。動画が作れるかどうかっていう、まあ、複雑だからハードルがあるわけですよね。まず再生数を維持できるかどうかっていうハードル。で、あとはクオリティ高い動画って思って作ったやつがちゃんとクオリティ高くなってるかどうか。っていう二つのハードルがあって。だから一つ目がそれか。ちゃんとクオリティ高い動画を作るぞって言って、ほら、俺、この動画に100時間も時間かけたんだから、まあ、そりゃいい動画になってるはずだってね、あげるんですけど、実際に見る人にしてみたらね、つまんねえってなったらみんないいわけです。ございますよ。ということだったりするんです。そこが結ぶにね、難しいところ。ちゃんと、面白いだろう、努力して、ね、いや、時間をかけて、時間とね、お金をかけてやったことが、ちゃんと成功し続けるかどうかっていうハードルが一つあって、で、次が、それで、ね、なおかつ、ちゃんと再生率とかが、維持できるかって二つのね、根っこがあって、まあ、本当に今、パッと見てると、東海さんぐらいなのかな、この2つのハードルをね、ちゃんと超えてきてるのは。まあ、ヒカルさんとかは、まだね、ちょっといわゆる配信に近いハイブリッドみたいなね、配信の内容なんであれですし、だからそこで行くと、他の人たちはやっぱね、苦労してるな、特にね、あの世代のところ、もう一つ若いところだとね、ただね、これから大変になってきますよっていうのが分かってるんでね、社会人になってきて、家庭ができてきてってなってくるとね、いわゆる余暇の時間、自分にかける時間、自分のために使える時間っていうのはどんどん減っていく。さらになりますんで、家庭を持ってて、社員で働いててね、社会的地位ができていって、ね、仕事も今まではね、定時でピピピって書いとったけど、先任者とかね、そういうようなね、役職のつく立場になってきたらね、なかなかそうもいかない、お客さんの対応とかそういうのが入ってきて、いやいや、業者さんの方から、ちょっとそういった申請が来てるんですけど、いや、これ対応しないとね、お二人の被害が出ますよとかって言われたらね、いや、責任者対応しないといけねえとかね、なったら、ねえ、小さい時で、そんな中でね、いや、子供のね、いや、ね、こういう機会がありますよ。体育祭からね、運動会があるのに、それはね、今の時代ね、お父さんがね、それだからって、ね、来れないので、そんなね、家庭思いじゃないね、男性なんて、今離婚のね、理由にできちゃいますからね。家庭のことを見ないって言ってね、できて、離婚の理由として成立しちゃいますからね、っていうことはダメなんですよね、っていうようなこととかになってくると、
それもやらなきゃいけない。これもやらなきゃいけない。で、家に帰ったところで、じゃあ、例えば、新しいね、資格の勉強とかしないときに、新しいプロジェクトの、準備とかの下調べみたいなね、他のところはどうやってるのか、他の競合他社さんはどういうようなやつをやってみようかという情報収集とかの時間も、そういったような仕事に取られたりとか、まあ、子供ね、ためにするために何かね、その競合のためにしないといけないこととか、そういったこととかを、YouTube で調べるようになってったりとか、っていうふうになってくると、結局、バラエティのそういったものが見られにくくなる。見る時間がなくなっちゃうのよね。実際まあ、見てるとあれなところで。まあ、うちも逆に40ね、うちのところになってくると、相談なくしてくるところとかも出てきたりするんで。まあ、だから、うちのところ実は一山越えた。越えたというか、越えてたの。これ本当に越えてたのかな。結局山の途中でただただ、演出として止まってただけの車みたいになってますけど、この15年間。そんなことも、本当にね、っていうような感じでございますから。だからね、そう。これからまた新世代の人たちとかっていうのもこれから再生数でね。厳しくなっていくんだよね。30って一つの山よね。まあ、で、結婚して子供ができてとかっていうようなところがね。まあ、今はそこは30、35ぐらいから子供がわーっとできてきて。まあ、子供ができないところはね、逆に言うと今度シングルで、あれなところなんで、ね、2パターンなんで、自分仕事もできてあれで、結婚願望もなんか結婚してないだけで、もうめちゃくちゃ時間も余裕を持ってっていうような勝ち組の人が、ちょっとって、まあ、あとはシングルって言っても、私みたいに、そもそも戦線離脱ですっていうね、正社員にしてもね、仕事できねえし、ね、正社員にしても仕事できねえ、責任者とかね、やったところでね、ドカンとね、ド派手にね、嘘をやってね、はい、責任取ってくださいね、はい、っていうね、気がついたら、はい、お給料がゼロになってるじゃないか、あれっていうね、あれ、気がついたら借金まみれになってるじゃないか、あれ、日々の生活のね、あれ、ちょっと、あれおかしいな、別にギャンブルをするでもなく、まあね、パチンコを打つでもなく、タバコを吸うでもなく、タバコ、酒はバカみたいにその分飲むけど、っていうね、ことやってたら、あれ、おかしいな、給料が、お給料がない、あれ、あれ、こんなに頑張ったのに気がついたらテレビが10万切っている。あれ、なんでだっていうね、ことにね、なってくる。いわゆる、負け組ですね。はい、負け組でございます。こういうのが負け組ね。はい、ということでございますね。そのやつね、結婚したくも大丈夫。これでね、まだイケメンでね、イケメンで、まあ、身長はまあ177センチあるとはいえね、まあ、これでイケメンでね、まあ、ロットちゃんと国公立大学とかね、出身でね、いや、将来性まだあるよっていう人だったらしいでもね。まあ、中京ですね。中京で、このね、見てくれるね、キモいオタクでね。なんか、社員になっても仕事できなくてね、実質クビになる。実質3回クビになってますからね。本当に、普通してねえのに、実質3回クビってよっぽど仕事できねえ人間だろうってね、改めて思いますけどね。ひどいよね。まあ、それで始めたら YouTube ですから、リーマンショックの時にね。まず、YouTube とかニコ動か。ニコ動画が最初に始めてる人もね。そういうようなね、ところが。まあ、その辺とかもまたね、配信でちょっと一回話してはしたいんですけど、なかなか配信の時間がこんな感じで、まあね、24時間後に、仕事があるかどうかわからないというと、枠取りがね、できないです。ちょっとね、さすがにね、ちょっと難しいですからね。まあ、枠ずらしとかね、まあ別に人間やる好きであって、別にやるやつはいい、あれなんですけど。あと、夜、どうする？夜中の3時とかに配信始めたって、ただの通知テロなね、感じがするかなと思ったので、ね、とりあえず今やめてますけどね。あと、夜中の3時だとさすがにね、防音室とかじゃないんで、見てた通り普通の部屋なんでね、私、普通の部屋ですよね。迷惑になっちゃいますんでね、なかなか難しいな、とかっていうのがあったりするわけでございますよ。っていう中でね、っていうのがあったりするんで、まあ、だから対応としては、非常に、何の話だったっけ？これ何の話をしてるんだったっけ？なんか方法なんか東海オンエアさんの話ばっかりしてた気がするけど、東海オンエアさんのところだから、まあそういったところで、まあどうしてもね、だから、家庭をね、まあ、例えばまず持ってないケースの場合はね、まあその分ね、その自分の時間を、自分でコントロールしやすい。ね、子供がいない家庭、ね、別に奥さんがいないよ、まあ、りょうくん、ね、りょうくんって言っちゃったけど、ね、
の場合は、もともとその仕事楽しいよっていう人だし、だからそのハードワークをこなすのが、よし、楽しいぜっていう、ほら、やってやるぜってね、体力もお化けみたいにやって、で、それもできて、で、まあ、授業とかもね、うまいこと、やって、で、なんか授業のやつ見てても、自分で全部であれこれやるぞっていうんじゃなくて、スペシャリストを連れてきて、ね、林田さんとか、瀬戸健さんとか、連れてきて、それにね、うまいこと、任せれる人を作る。のがうまい。で、信頼関係をしっかりと作ってやっていくよっていうところに重きを置いてるんで、本当に多分事業継続性が高いんですよ。だから変な話、多分東海オンエアという看板がなくなったとて、多分地元で愛されるカフェにはなっていけるんですよ。だから、そういう意味でいくと大丈夫なんだろうなって気もします。単純になんか美味しそうだしね。一回飲んでみたいですね。スペシャリティコーヒーだしね。あるコーヒーさん。ペットのやつもね、好きでしたよ。あんまりコーヒー感がないな、まあ、正直、っていう人も、やっぱね、同世代の特にね、あんまりコーヒー感がないよね、っていうこと、浅煎りしたもしね、っていうのがありましたが、ああいうのが好きなんで、どっちかっていうと、缶コーヒーをバカバカ飲む人じゃないんで、多分知ってると思いますけど、あまり飲まないですよね、缶コーヒーを。この前も2ヶ月ぶりぐらいに缶コーヒー開けましたね。ちょっとね、眠気覚ましにっていうので、開けたりしたことがありましたけど、っていう、ほんと2ヶ月に1回飲むねとか、そんなようなレベルだったりするんで、缶コーヒーに関してはね。だから、スペシャリティコーヒー、飲んだことがあるんですよ。スペシャリティコーヒーね。なんです。実は好きです。スペシャリティコーヒーみたいな、浅煎りのね、開いたやつの方のが、正直つき、まあ、その時はめちゃくちゃうまいの飲ませてもらったんで、もう、本当にバリスタの卵みたいな子がね、友達でいて、まあ、昔、職場でね、同期でいて、その子にね、入れてもらったりとかしとったんで、めちゃくちゃうまかったんですよ、マジで。コーヒー、これ、イートコーヒーみたいな、本当フルーツジュースと紅茶を掛け合わせたやつみたいなぐらいのね、フルーティーなね、やつな。本当にね、スペシャル、だから、その時に、飲んだんで、俺はこれが好きだってなってたんで、だから、あんまり缶コーヒーとか、ああいうのは、まあまあ、そういうのはそういうので、まあ、眠気覚ましのカフェインだという感じでね、で、いうのでは別に嫌いではないんですけど、まあ正直スペシャリティコーヒーの方が値段は高いです。ごくごく飲むのはスペシャリティコーヒーだよねって気はしますよね。カフェインの含有量とかも少ないんですよね。とかね、調整ができるんですよね。そう。入り方を変えたりとか、豆の種類とかね。まあ、入り方が大きいかな。豆の種類ももちろん大きいですけど、というようなところとかね。一応、わーっと聞いて、へーすげーって言いながら、とりあえず高くうめーって言って、もう一杯おかわりと。戻って、その時はあまりよく知らなくてね、改めてスペシャリティコーヒーの値段ね、ちらっと見た時に、これ、この飯おごりますみたいな。すいません、ちゃんと、お醤でいい?みたいな。お醤とか、お口に合わないですかね、すいません。いうようなね、ことをやってましたね。ここにて大食べ、なんていうことがあったりしましたけどね。っていうようなね、こととかが、だからコーヒーが、りょうさんで、だからその、プライベートの時間っていうのが、結局その、メンタルの、蓄積になるか、ね、メンタル充電、なんて言ったらね、メンタル充電器の例えで、いいのかな?まあ、変なし、その許容量、電池の許容量ってのはね、いっぱいあって、それがね、めちゃくちゃ容量が大きい人もおって、容量がちっちゃい人も、社会的、まあ、いわゆる社会不適合、メンタルがすぐに崩壊しちゃうっていう人も、こういうタイプだと思うんですけど、あるわけですよ。もうこの容量の差っていうのは、まあ、小さい時から、その、メンタルの鍛え方、まあ、ですから、その、電池の、その、蓄電量の、鍛え方の差になってくるんで、まあ、その、鍛えるのがね、それが全部パワハラだとかっていう風になっちゃってね、子供の教育のためにってやってるので、結構なかなか育ちにくい。まあ難しいところなんですけど、だからといって近い加えた、本当に崩壊しちゃう子供がね、崩壊しちゃう場合もあるんで、適度な負荷をかけて、体制をつけてあげるっていうのが実は一番大事だと私は思うんですけど、今学校教育の現場ではそれができないですね。一番弱い子に合わせてやると、結局メンタルの強い子からしてみたら、全然合わない。でも、それが結局、被害者を生んじゃうんで、
じゃあダメだよねっていうふうになる。だから、ストレスが溜まっていく一方で、いじめの解決にはならねえとかっていうのは、多分その中にあると思うんですけど、そのストレスに対してのね、ところとかっていうのにあったりするんじゃないかなとかも思うんですけど、まあそういうところで言うと、まあ別にトップ優秀はなんて、基本的にはメンタルは強い。まあたまにメンヘラな人もいますけどね。ただね、メンヘラって言われてる人でもね、基本的には一般社会的に見たらメンタル強い方のはずなんですよ。こうやって顔出してやってる時点で、実はメンタル強い人の方が多いんですよ。まあ、うちの場合はどうかって言ったら怪しいですけどね。私の場合は、メンタルが強いから生き残っているのが15年間っていうよりは、まあ、メンタル強いのかな、結局。ずぶとい。実はずぶといってよく言われますし。なんやかんや、すんげえプレッシャーとかバンバンかけられても、絶対折れないんで、だから、破綻しても恐れないんですよね。だから、変な話、絶好になってるやつは5人はいますもんね。もう絶好ね。いいよ。いや、別に、君と絶交したところに別に困らず。まあ、正直、絶交というようなね、すごく、大揉めしてね、大揉めした時に、こっち、一切謝らない。いや、じゃあ、もうとっとと縁切れやってね、なっちゃうんでね、ドッカンってのは、まあ、だからこんなに転職してるのもありますけど、上司と揉めた時にドッカンってなってね、やめなかん、ここはもうひとまず謝って、とりあえず落ち着いて、一生しないと、もうちょっと、多分、ね、仕事的にも、まあね、あれだから、まあ、別にそんなんしてまで、ね、残りたい会社でもねえし、とでね、ドッカーンってなってね、で、もう実質クビになってね、来週ゼロシフトってね、言われてね、来週から週ゼロシフトで来た。なるほどね、クビって、ね、言われたら、ね、週ゼロシフトって言われてね、なかなか厳しいとか、非正規だったんでね、とかっていうのがあったりします。非正規はね、せっこいようにね、噛み切ったらダメですよ、本当に。こうなっちゃいますよ。なんてね、こともね。置いとき、大きなからね。とかっていうのもあるんで、まあ私はどうなのかな。まあでも、大体の人から言わせると、めちゃくちゃ、気遣いではないよね。パッと見すごく気が回りそうな人とかね。ちゃんと、他人へのね、気遣いができそうな人、接客業も雇って責任者もやってたし、っていうような人に見られがちなんですけどね。すっげえ顔を通すんですよね。よーく見てみるとね、全然人の気遣ってないし、めちゃくちゃ、結構、人の気を作ってる気になってるでしょ。一応周りはね、見ないとなと思ってるけどね。周りやってて、こういう感じで見るんで、こういう感じで見ないですよね、私。こういう感じで見ないんで、こういう感じで、レーダー照射みたいに、なんかレーダーぐる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 回してるような感じの、見方しかできないんで、全体的にこう、視野を広げて見るっていうのがすっげえ苦手なんで。シングルタスクなんでね。そのあたりとか、だから、ぶっちゃけ運転には適してないんですけどね。とかっていうのがあったりするんですけど、っていうようなね、感じなんで、まあ、言われたら、ざけんなボケでね、かつ、まあ、接客業とかだいぶ鍛えられましたしね、もうとんでもないクレームとかいっぱいありますからね、もう、どんだけね、バカみたいなクレームを受けて、ね、対応して、昔は結構ね、その上司の人にね、まあ、とりあえず謝っときなさい、みたいな感じだったらね、謝っとって解決した例なんて私、ほぼ知りませんよ。ゼロじゃないでしょ。それでね、いや、まあ、謝ってくれるんだなって言ってね、なったケースもね、ありますからね、まあ、気をつけなね、結構ならない。特に外人さんがいってのはね、どことは言いません。どことは言いませんけど、ある外人さん関係とかね。まずそこで完全に突き込まれるんで、絶対謝らん方がいいとかね、あったりとかするんですけど、でも、主張が激しい人に対するところにはそういうのもあったりしますからね。だからそこのところが結局、間を取って解決っていうのが、だからか、ね、何事も話し合えば解決できるよって、いうような意見。まあ、だから日本だと結構それが成立しちゃうんですけど、だから海外とかだと成立しないですよね。3000年ぐらいずっと揉めてるとかあるじゃないですか、民族紛争とか。解決してる、した例なんてあるのって。世界史を見てね、民族紛争、宗教紛争でね、お互いがね、話し合ってね、あ、よかった、解決しましたって言って、それから未来永劫仲良なりってなってたところってあるって。一旦仲良くしてもね、2年後にはね、まあ、ガザとかもそうでしたけど、すぐに、結局、平にできちゃってダメだよね。まあ、抜本的にね、価値観の違いがもうドンとありますからね。どうにもならんすよねっていうところとかね、あったりしますんでね。
ていう、ところとか、っていうところとかあったりするので、まあ一応話がわーっと広がりましたけど、まあそんな中で、結局、ね、そのストレスのため特量、まあ誰とお会社とかだとそのため特量ってのは大きい。そんなに小さくはない。何じゃ、その、さらされるストレスが半端ないですかね。あんだけの人に見られてっていうところですから。で、ストレスで言うと、絶対めちゃくちゃ、一番かかるのは多分、ヒカキンさんの立場なのは間違いないんですけどね。だから私、ヒカキンさん、好きな YouTuber になりますよ。ね。財産とかもね、そのままね、引き継いで、好きな YouTuber になりますよってなった時に、誰選ばすかってなった時に、多分、私はヒカキンさんは選ばないんだろうなと思いますもんね。東海さんだとどうだろう。まあ、こっちの地元だしにあれっていうのもあるんですけど、ヒカキンさんは絶対ストレス溜まるもん。あれはもう半端ないし、それの上でね、もう、ヒカキンさんがね、適当なことをやったら YouTube が適当だって、もうイコールで見られちゃうじゃないですか。だから、全 YouTuber を代表してますって、私は全 YouTuber の代表ですっていう名刺を、自ら背負ってやってるじゃないですか。もう、半端ないっすよ。無理、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 無理。そんなプレッシャーはさすがに俺は無理。し、こんな適当な発言。だって、それで、ヒカキンゲームズとかで、配信やるじゃないですか。無理、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 配信、動画なら自分でちょっと言っちまったなってところをカットできるじゃないですか。自分はね、さじ加減で、できてね。よし、大丈夫だったって言ってね、キュッてできますけど。ライブ配信なんかで、そんなにやらかしたら、もう、一発でアウトになっちゃうじゃないですか。怖っ。なんでね、私みたいにもう私も口がね、どっちかというと軽い人間なんでね、私は口が軽い人間ですよ。それは自負してますのでね。っていうね、ところにね、比べるとね、厳しいよねってなります。まあ、都会さんが言うのがって、まあ、その、ヒカキンさんと比べたらあれですけど、そういうのも絶対値的には絶対高いですからね。っていうところなんでね、そういう中でやってる中で、ね、キャパシティを、だから、充電と同じで、ね、YouTuber として活動していく中でどうしても減らしていくわけです。だから、これも、YouTuber をやることによって増やそうっていう、いや、好きなことやってるし、大丈夫しようっていう甘い考えで始めると、とんでもない、価値観の違いにさされますかね。その後、うちは接客業とかでいろんな人を見てきましたし、まあ、接客業もだし、接客業で俺は変な接客業10年ぐらいずっとやってたでしょ。で、その時にカラオケ屋さんとかでね、実は、選ぶ時の基準があったんですよ。接客業のね、どういう仕事に就くのかっていうので。業種を見た時に、年代性別があまり、ね、年代は性別でね、あまり偏りのない業種っていう、のにしようっていうのがちょっと頭の中にはあって、まあ、本人さんはちょっと、まあ、でも本人さんも当時はね、今はもうあれですけど、ね、若い方はなかなか来ない、ね、問題はありますけど、当時はね、別に、本が好きな人だったら別に10代からね、60、70のおじいちゃん、おばあちゃんまで、まあ別に、男性の人もね、ビジネス書を買いに来たりだとか、ね、別にコミック専門店にいたわけじゃないんで、白洋なんでね、で、女性の方で、例えば看護師さんだったら、医療関係のやつ買ったり、看護関係の本を専門書を買ってくるのに現れたりだとか、で、親子連れに子供で本を買いに来たりだとか、本当にあらゆる年代の人が来る、ところだったんですよね。今ちょっとね、本屋さんもちょっといろいろと変わってきてるんで、あれなんですけど、っていうのもあるし。スーパーは逆に男女比で言うと女性の比率が高いですけど、あんまりそんなにすごい若い子の比率が高いわけじゃない、まあ、とか低い、ところではあったんですけど、まあ、そんな中でもね、いろいろなるほどなっていうところとか、ノウハウつけたりだとかあったし、で、その後、ゲームショップはまあ、ちょっと、若い男子ね、多い、なーっていう反動だったんですけど、だからそのカラオケ屋に、っていうところは結構そのあたり重視しましたね。10代のね、学生の子も難しい。まあ、逆に30代の男性女性が多少ちょっと弱いかなっていうのがあるけど、今度、50代から60代以降ね、シニア層の人たちも毎日ね、カラオケ楽しむ。20代、30代の人でもナイトになるとね、今度、夜ね、酒を飲みながらバーでイエーイって言って20代とかだったらね、新社会人とか、まあ、30代でも、うちらがおった頃はまだあったかな。今はなかなかね、ご時世的にも難しくなっちゃってるんでね、あまりなくなっちゃってるみたいですけど、っていうのがあったりするんで。で、男女比も、まあ別に男子も来るし、女子も来るじゃないですか。多少ね、女子性比率の方が高かったかな、うちのところの場合だと。
結構会社さんによっても変わってくると思いますし、まあ人からとかだったら結構男子もいましたしね、っていうところで。女子の方が人から少なかったかなってイメージはあるかなっていう。まあでも多分、いわゆる交差範囲内だという感じですけどね。っていうのがあったりしますけど、っていうのがね、あったりしますんで。ねっていう感じですよね。っていうところで、なんだったっけ、まあ、ストレスとね、減ってくよ。っていうところで、いろんな価値観の人がいる。だから、そういうふうにして、いろんな年代の人も見てるし、10代の子からね、70、80代の、ね、方とかも接客ずっとやっておったし、っていうのがあってね。まあ、とはいえ、だからね、ある程度ね、いろんな価値観があるようになって知ってたつもりだったんですが、実は郵便屋に出てね、さらに、ショックを受けましたよね。郵便屋に出ると何が起こるのかっていうと、そもそも外に出てこない人たちの、お宅訪問とかもあるわけですよ。これがガチの社会不適合者かってね。あんまり、あれですけど、実際やっぱありましたもんね。受け取りができないでしょ。本当にガチ勢になってくると。受け取りで、店員さんがピンポン鳴らす、で、ね、人が来たっていうのが、もう、怖くて、だから、親がいないから受け取れないとか、引きこもりなんだけど、玄関に出て荷物を受け取るっていうのが、もう、怖くてできないとかね。そんな人と合わせなきゃいけないとかって、もう無理とかっていう人もおったし、本当に、代金引換のやつ持ってたら、ポロンって、一瞬だけ手がポロンって出てきて、パンと置いて、サインをって言ったら、インクポンと投げてきて、プカッと開けポンって。押してってことですか？ いいの？あと、代金、この封筒に、お風呂ねって感じで、封筒をポンって、ポンって出して、プッて出して。で、パンって出して。おいつ、口で言わないですから、多分言葉、多分ずっと喋ってないと言葉出なくなるっていうのは聞いたことあるんですけど、なのかなっていうようなところとかもあったりする。怖ーっと思いながらね。なるほど。で、まあ、相当な、金額の、なるほど。アイドル系のね、買っていらっしゃったりとか、もちろんその品目にどのアイドルのあれとかって書いてあるわけではないですよ。もちろん公言はしないわけでここはございますけど、まあ大体差しはつくわけですよね。今日あれの発売日で、とかね、あったりしますからね。なるほどな、こういうことな、というふうにちょっと思ったりしましたね。なんかストーキングとかがあるとかっていうのも、なんとなくその時に、そういうことな、というのは分かってきましたね。それの行動力あるパターンとか、ね、そういうようなところになってくるのかな、って、あったりしますから。その中で言うと、ネットで活動してると、そういう人たちの、やつとかも、だからネットにかけるとかで、わーってすげえ400件とか、1日400件とか、競技活動するよって言う人がいるとか、あるじゃないですか。ああいうの、どっちかというとそういう、あれなんで、まあだからそういうのだなって言って気にしねえっていう、栓抜き方の、体制を持てるかどうかっていうのもあるんですけど、持ったところでそういうの書かれるっていうのを答えるっていう人もいますしね。やっぱそういうのを気にするっていう人もいますけど、まあ私みたいにね、まあ私は、仕事はネガティブな意見を徹底的に取り入れるっていうのをやってるんで、どっちかちょっとポジティブな意見をネガティブな意見、仕事はネガティブな意見を、徹底的に聞く。そこからね、ブラッシュアップをかけるっていうのは、すごく力を入れてるんで、だからね、批判とかわーっと出てきた中で、これまとめとる批判やなっていうのと、ただただ攻撃してるやつだなとか、そういうのが結構ね、ずーっと見てるとね、慣れてくるんですよ。これは、でもこれはちゃんと当たってるなとかっていうのがあるんですよね。またそれはそれだけで話から多分5時間ぐらいできるんで、一回やってみたいなとは思いますけどね。っていうのがあったりするんで。まあだから、逆にそういうのを見かけたら、それでやったらいいよってね、一回新人戦やってみたんですけどね。昔の会社でね、そういう人でね、徹底的に批判的に意見を見てね、それでね、見分けるようにしたらね、再生がつくから大丈夫だって言ってやらせてみたらね、メンタル折れましたね。ダメでしたね。ボコボコに崩れ落ちて、
社会復帰できなくなっちゃうとかってなったんです。あ、ダメか、そうか。その最初つける前に溺れちゃうか、そうか、そうだよな、って言ってね。悪いことしたな、っていうことがありました。あ、無事社会復帰できてることを祈りますけどね。とかっていうのがあったりするんでね。あ、そんなんなんで、私、あんまり教育者に向いてないってのがあるんですよね。そういうのはね、比較的ね、ダメ元でもね、とりあえずこれでやってたんだから、うちのところで、成功した人はもうどの業種行ったってもええ、どこ行ったって大丈夫成功できるからってね、お墨付きを出しますけどね、山田公認、山田教育実習公認っていうのは、強いですよ。めっちゃメンタル強いですねって、別の部署に人に言われたりとか、ありましたよ、と。どんな教育やってたんですか？ははは、と言ってね、いやそれぐらいみたいな強くてよかったよ、ははは、というね、こととかね、テストしましたけどね。あとね、っていうのは、置いといて。まあ、この配信をね、ここまで見てる時点で、あなたも、だいぶメンタル強いですよ。あと思います。正直ね、普通の人はね、これ10秒に来てさ、知ってますか？維持率とか見れるんですよね。8割方の人は実はね、これね、もうね、これ多分1時間10分喋ってるらしいですけど。まあ多分だいぶカットして、とかもうこれだけ1分しなくて、さすがにちょっとミニストップ以外のこと話しすぎだよな、ということなんでね、あれですよね。置いといて。っていうのがあったりしますから。日本作るのめんどくさいな。これでいこう。っていうことだってね。まあ、そんなこと置いといて。こんなところとかもね、もうね、見せてすごい、なので、もう、十分、意外とメンタル、充電量は、俺、高い方だなと思ってていいと思います。ここまで見ていただいてる人はね。相当、メンタル強いんだ、俺ってね、思ってもらってもいいんじゃないかなと思います。本当にだから弱い人ってめちゃくちゃ弱いなっていうのがね。本当に、だから人と挨拶をしただけで、もうメンタルの心が折れちゃう。その人をどうにか、一人前にしてくださいって言われたんですけど、レジ打ちで、レジの前でいらっしゃいませ言っただけでメンタル折れて、次の日休んじゃった。教える前のとこじゃないかな。だって、俺が朝の挨拶しただけでもうダメなんだもん。で、まあ、ちょっと圧が強いしね。まあね。朝もね、おはようございますって感じだね。おはようございますとか、まあ、最近はあまりにも朝が早いんでね、朝の4時とかなんでね。にはなっとるけど、まあ、とか、あと大体、大体お腹を壊してるので、気心を知れてくると、まあ、大体お腹を刺されながら、ってなるんですけど、まあ、常に下痢なんでね、なんと思うかもしれませんけど、本当常に下痢なんでね、なんなんだろうな。多分ね、良くないあれなんですよね。多分、家のね、多分生活環境の問題だと思いますけど、まあ、なんとか上にしてね、なんとかこれごまかしてね、撮ってますけどね。もう下はね、今床がね、床見える率が20%ぐらいかな。奥に行くと、ガサガサってちょっともう物に当たりますからね、足が。ははははは。ペットボトルが転がってないんですけどね。ないよな。今日捨てたもんな。朝、大丈夫かい。そうそうそう。大事感じございますんでね。悲惨なことになっておりますよ。ということでございまして。まあ、それでもね、面倒にはね、そんなところではね、ずぶとくやってきてるんでね。まあ、比較的というところなんだろうなとは思いますけど。そういうような受け流し方とか、だから、充電をどうやって減らさずにするかとかね。あとは、大事なのは、とはいえ多少は減ってくんで。だから、それをどこで充電するのか。まあ、ね、YouTube でもちろん仕事しながら充電できるっていう環境だったらいいですよ。ですから、なかなかそうもいかない。ってなると、プライベートで充電するしかないわけですよ。だから、私の場合だったらちょっと優先してみたりだとかね。いや、つまりの問題はわかんない。まあね、動画と、なんと借りてますが、まあ仕方ない。山田もぐもぐショートに投げるのにね、やっぱちょっといいお弁当も移しとかないとなって言って、ちょっといいお弁当買ってね。楽しんだりとかね。まあ、あとは私の場合は結局、酒で全部解決しちゃうんで。まあ、酒飲んだら、ハッピーだしね。安い酒でも、鬼殺しでも、飲めたらハッピーなんで。それでね、泣いちゃっちゃうんでね。そういう充電の方法とかでね、あれだったっていうとかあったりするんですけど。で、ね、家庭で充電ができるタイプの人もいるんですよ。聞いてるとね、家庭で充電できるタイプの人もいるんですけど、すごい、今、特にね、今の
昨今のその男性もね、料理もしなきゃね、ダメですよ、ね、家から帰ってきても、女性だって大変なんですから、ね、男性もちゃんとやらなきゃいけませんよっていうね、ところの、その価値観のところがしっかりと強いところ、聞いてるとね、結局ね、うまいこと言ってるところはね、奥様の方が、もうどうでもいいよ、もうやらなくて、もう、こっち、本当に洗濯と、干したりとかも、もうこっちでやるから、いいよ、もうそこも完全になんか割り切って、サラリーとかはそっちで雇って、ぐらいの、割り切りでね、はい、オッケー、それでオッケーってね、しちゃって、料理とかもういいよ、私の方が好きだからもう、作っちゃうからいいよ、ってね、いう感じの、ところで、ちゃんと、サスティナブル性が、確立しているところだと、完成でもね、充電がちょっとできて、というのがあったりしますし、あとは何だろう。あんまり、こういう場所であれなのかなと思いますけど、だいたいうまくいってるところの夫婦は、今も、今もそんなに、もう結婚5年目ですけど、人の名前が出るんですが、すごいですね、っていうところの方が結局ね、うまくいってる。結構あれはね、俺精神で知ると思う。びっくりだ。大体聞くと、もう月一もねえよってところがほとんど、もう結婚して5年以上経ってると、月一もねえよってところ、もうめっちゃザラに聞くじゃないですか。で、ベッドももう別々だしとか、聞くんですけど、嫌だよってね、いうのを聞くんですけど、案外、やっぱうまいこと言ってるところは、でも別に週2、週3ぐらいかなと思って。マジで？ マジで？なかなかね、仕事でね、お互い仕事をやってるから、ちょっとね、うまいこと、合わない時もあるんだけど、だから、そうなんだ、いうようなところの方が結局ね、男女ともに、なんか充実してる感、プライベート充実してる感が出てるな、っていうのはあったりしますからね。実際に学校的な根拠とかじゃないですか、あれなんですけど、ね、っていうところでね、結局そのプライベートで、いかに、家庭で充電できるかどうかっていうのが、ここでね、やっぱね、離婚に向かっていくところっていうのは家庭で消費するんですよ。家庭でも電池消費する。仕事でも電池消費する。で、その結果どうなるかって、多分、姉妹さんもそういう感じだったんじゃないかな。正直、結構、プレッシャー、プリスが、ね、仕事の、東海オンエアとしての立場もすごくかかるし、ところの立場であるし、ましてや、芝居の面白は、どっちかというと、虫さんとかと違って、虫さん両君ってどっちかというと、インテレスティングに振りがちなんですよね。だから、虫さん両さんの動画が好きっていうところと、芝居って、その中で結構、芝居目から、てつやさんは、何やかんやバランス取ってくる。パターンに見えるけど、動画の企画出して、編集とかやっていくときにね。で、島根さんはどっちかというと、いわゆるファニーより、インテレスティングよりも、興味ほほうと思ってるよりも、ゲラゲラっていうのが強いところなんで、うちはそれやらんとっていうところで、そうするとこれね、結構プレッシャー高いと思うんですよ。いわゆる、一瞬のドーンのやつを取っていかないといけないっていう、プレッシャーがわーっとかかっていく中で、で、プライベートのところも、ね、その手がどうのこうのというところですごく、結構、賞金になったんじゃないかな。どっちが悪いのか、そのね、だから、あやみさんが悪いのか、それなのかっていうところですけど、正直言うと、もう、サナさんに、折り合わせが悪かったとしか言いようがないんだろうと思いますけどね。って、は思います。ただ、これはね、それをどう取るのかっていうのは、それはもう、当人たちで決めるしかない。特に、いわゆる柴崎のところで、決めていくしかない。正直、東海メンバーも、そこの上で、どういう、演出とかですけど、ただもう、こんだけ、多分、もし損害賠償をフルで起こすってなったら、多分、億単位いくんじゃないっていうぐらい、計画書のやつ全部合わせたらね。っていうくらいにまで結構被害が出てしまってるんで。だから、今回病院に入ってってことで、もし戻るとかってなったとしても、いわゆる診断書って大事になってくるんですよ。こういう時に。いや、いわゆる精神疾患があった、状態は、まともじゃなかったですよっていうのは、ちゃんとお医者さんがね、証明して、ね、診断書とか書いたらね、
まあ、変なスポンサーさん、まあ、とかのシステムの時には、すみません、実際もこういうふうにして病院で認めたら、それでね、まあ、適宜、ちょっと今、医療を受けてる兼ね合いで、ちょっと、ご心配をかけてきましたとかっていうので、今なら落ち着けれるのかな、どうかなっていうところなんですけど、まあ、変なし、地元の、で、仲のいいところとか、だから、キムサキだとか、そういうところは全然、病院には、まあ、行かせてた方がいいよって、まあ、アドバイスとかしてるようなところあるかもしれませんけどね。入り口さんとかね、多分、いいですけど、いわゆる、一般的な、企業さんとのタイアップとしてやってて、まあ、岡崎市も、まあ、行政なんでね、そういうのをすごく、志向が高い、ね、市議会議員さんとか、職員さんとかでも、もう多い。けど、まあ、同じね、三河の岡崎市のね、岡崎のね、人たちで、っていうところで、まあ、同郷のね、あれがあるんで、というところで、まあ、ただそこは結構、半々どうなるかなってところですけど、そうじゃ落ち着かないように、まあ、言い方あれですけど、タイアップしてた大企業さんとか、そういったところとかになってくると、いわゆるね、まあ、うちらとかだとこういうの買わないよって言いたくなりますけど、まあ、そういったところや資産出して、そういうのをちゃんとやるわけですよね。資産集計とかやって、期待値がどうのこうのって言って、いうところで、その利息平均のところで、まあ、契約書とかでも多分その中に利息平均の、いわゆる、規約違反事項とかそういうのなんで、わーっとすっげえこんな分厚いね、契約書とかがあって、それでね、お互いが調印をして、みたいなところがあったりとかするんで、ウープさんとね、その会社さんとの間でとかっていうのがあったりすると思うんで、そのあたりの、いや、契約書に則って、利口違反のところとかが多分、損害賠償の、その請求、事案になってくると思うんですけど、まあ、そこのところで、どう、この部下によって、その請求の書き方とかが変わってくるでしょうし、全くゼロで行くのは難しいと思いますけどね。例えばグッズで一人、これで、まあ、芝居さんが挫折することになりましたとなった場合、そしたら、その芝居さんのグッズ、が、売れるか売れないかとか、まあ、そのあたりもまた、もろもろ契約のところであれですけど、独人用の、そのグッズとして作ったのは全部、お蔵入りになっちゃいますよってなったら、それだけもう被害になってるじゃないですか。で、その作ってたメーカーさんのところとかに、の損害賠償とかは出てくると思いますんで、っていうようなところとかがなってくる。続くにしても、ってなった場合に考えられるのは、それによって、まあ、そういうふうにしてやってましたよというところで、だから、そこでもうね、病院も出さずに、もう7でね、まあ、今までやってきた仲間らしいっていうのだけでポッて戻すと、それでこんだけぐちゃぐちゃになったやつの機会どうすんねんってなってね、そんなね、7でされても、困りましたよ、こっちに、もうそんなことしたら、ね、下手すや、もう満額、ガツンと請求しますよ、いや、規約違反ですからねって、できちゃえるんでね、多分。っていうところとか、まあ、わかりませんよ、もちろん、私が契約書を読んでるわけでもないし、作ったわけでもないですから。個別にね、作るんで、あれですけど。まあ、大体そういうような感じで作りますもんね。その大人の契約書なんでね、もちろん当たり前ですけど。っていうのがあったりしますんでね。そう。まあ、YouTuber 同士のね、若い時の YouTuber のね、同士の、みんなで友達の家に遊びに行く感覚でね、ポンとコラボにするとか、そういうようなで、やってるような案件のコラボではそうじゃないですからね。っていうようなところがね、どうなってくるのかだし、まあ、そこから、その離婚騒動のところも、まあ、どうなってくるのかな、まあ。だから、今まで通りね、そのまま継続ってするには、これ、ただね、難しいのは、じゃあ、哲也さんが変わったら、いけるんじゃないかとか、まあ、ね、いろんな意見があると思うんですけど、多分ね、基本的に哲也さんの方は帰るにしたって仕事なんで、これはもう絶対職質するしかないんですよ。まあ、じゃあ、東海オンエアさんの動画のね、内容とか言ったら、もちろん、あれもうガラッと変えてね、もうね、みんなでね、仲良く温泉使って、終わりますよとかっていうんだったらね、動画にしていきましたって言ったら、でも、多分、それで、今の再生数維持できたら、もちろん、すっげえもう、もう抑えていました。もう、私は今まで15年間何やってたんだって言ってね、もう、本当にはもう、穴掘って土下座しました。穴掘り土下座しますよ。スライディングしながらもうね、膝もサポート離して、もうスライディングしながら行きますよね。あの中に飛び込みながら、どぶ底の底にでもね、這いつくばるぐらいの、ね、スライディング土下座になりますけど、ああ、そうはなかなかいけないんだよ。
ね、もう、常に東海オンエアさんの動画といえば、こういった、ね、企画の感じで、まあ、常に斬新なことをやるっていう人とあって、まあ、それもまだプレッシャーになってるんだと思いますけど、うちみたいに、こんだけ高速、もう、端っこの駅に行ってね、車止め標識見て、ターミナルって言ってる動画に、これだけ、あとターミナルある駅、500駅ぐらいあるから、これね、全然、あと500回は持つね、なんて言ってるね。しかもその500回の動画、1回あたり、30分ぐらい撮るやろ？ 500×30、あと5年ぐらいは動画のネタに困らんなっていうね。それだけでももう5年とネタに困らんし、他のね、いろいろ上げてる企画も全部そんなようなやつで言ったら、とりあえずね、フルで撮ったところでね、うちの場合はもうとりあえず10年分は撮れる場所があるというね、そんなような状況でございますからね。ですからそういうような、あれね、いわゆる、まあ雑ですよ。うちは雑なんであれですけど、ないっていうのはね、まあなかなか大変だと、するというところでは、だからその、環境改善しましょうとかね、そのこうの言ったところで、結局、家庭で充電できないときついとは思うんですよ。だから、そこのところどう変えるかなんですけど、そのところが折り合いつけれる感じがちょっと見えないですよね。だから、すごく大変なんじゃない。だから今まで通りは絶対無理で、で、じゃあ、哲也さんがその反省をしてます、これからの付き合いをって言って、そこを改善したからといって、じゃあ、それでプライベートの領事ができるようになるから、だからそっちで充電できるわけじゃないですかね。絶対そっちで何かしら大内障で、現象がある。現象があって、家庭でも結局減少するってなると、結局遅かれ早かれになっちゃうと思うんですよね。だから、どっちかというと、プライベートの家庭の方で、どうやってサステナブルな、環境を作れるのかだけど、多分、すごく難しいと思うのよ。ね、正直ね、話し合いでうまいこと、そこのところが折り合いつけるのか。折り合いつけるには、言っちゃうんだけど、もう本当契約書とか書いてこういうようなのがやれって言って、やるのか、あれ、した方がいいんじゃねえかって思うような気もするんですけど、夫婦関係ない、そうもいかないじゃないですか。いや、そんな夫婦あるっていう感じになっちゃったら、ってなっちゃうんで、俺はそれぐらいしちゃった方がいいと思うんですけどね。かなりちょっと振り回されちゃうところがありますし、ガツンと打ち返していくタイプじゃないですか、奥さんに対してね。ですからまあまあっていうところがあるところになんで、ってなると、あれだけね、自分の意見をガンガン出したい。で、どっちかというと、自分が主役に、本当は自分が主役をやりたいっていうタイプのね、人のところなんで、で、芝居が、まあ、多少主役の志望はありそうだけど、っていうところがあったりする中で、じゃあね、家庭の方をちょっと折り合いをつけるような妥協点を見つけましょうってやったとき、ちゃんと妥協点なところに行くのがかなり私は難しいんじゃないかなと思うんでね。まあ、かといって、じゃあ離婚すればいいのかって言ったら、まあ、そのね、もう、また難しい話で、子供ね、二人おるしね、難しい話になってくると、まあ、子供がいると離婚は大変ですよね。本当に子供いるか子供いるか、最初に聞きますもんね。離婚相談を受けたときに。うち、何やかんやめちゃくちゃ、特に20代の後半めちゃくちゃ離婚相談ばっかり言ってたもんな。なんで俺って結婚してねえぞ、おい、童貞だぞって言いながらね、よく話を聞いてましたけどね、やっぱり。まあ、本当に、詰まるところ、子供いるかいないかで全然離婚調停の、落札に変わるなっていうのは本当に思いましたね、その時に。一人、子供がいる家の離婚調停の話を進めてる間に、間に3件終わりましたからね。子供いない、友達の、離婚案件が3件終わってましたからね。あ、そっちも解決する。こっちも、養育費のところの計算で、いろいろと、揉めとって親権がどうのこうのとかって言って、揉めとってとか、わーってなって、俺とか言ったら、もう一人なんか相談を受けて、ちょっと DV がひどいとかっていうので、ああ、DV でどんなんっていうね、ちょっと待っておいても。とりあえず、そこは警察行けばいいね。そこは、大丈夫、大丈夫、それは、離婚して入院内容というぐらいのね、女子についてる、あるまじき、とんでもないあざみたいとかね、ありましたけどね。まあ、その場合は、まあ、すぐにね、いや、もう、すぐに、
おじさんが命令しますね。あなたのために、すぐにその旦那のところから離れなさいって。みたいなことかね、ありましたけど。そんなのかな、ね、っていうのがありましたけどね。とかね、いろいろあったね。まあ、なんかどうなっていくのかね、っていうところがね。まあ、難しい。まあ、正直。こっちで話したところで、もう完全にたらればない。まあ、今度、たらればをするだけの番組っていうのも作ろうかなと、企画でね、たらればっていう。レバーでも食べない。レバ刺しでも食べない。レバ刺しは今ダメだ。レバー焼きでもね、ニラレバ炒めでも食べながら、たらればだけの話をね、するっていう企画とかもね、実は考えてるんですけど、なかなか、そんなことしてる前にゴールデンウィークの動画出せって話なんでね、とかっていうのが難しくなってるんだよね。どちらとかも詰めてきたよな、なんてことも思ったりしてますけど。で、言ってたら1時間半も喋ってんのも、ちょっと待って、ケーキを紹介してねえじゃん。ちょっとまずいね。さすがにまずい、気度が。っていう感じなんで、まあ、大事なのは、まあ、ですから、私たちね、ファンとしては大事なのは、クリエイターになりたいよとかっていう人とか、一般の人たちにとって大事なのは、いわゆる、どこでメンタルを充電をするのかっていう、充電の場所を作らないといけない。ちなみに、私がこれ1日4本投稿できてるのは、そもそも、仕事は、まあ、正直多少は水減りますよ。そりゃね、仕事ですから。いろいろとね、客先でね、やはり、気も使うこともね、あるわけでございますよ、当然ね。まあ、幸い、多分、相当客先で気を使わなくていい現場にはめちゃくちゃ当たってるんで、定期ね、まあ、ほぼね、だいたいいつも、顔合わせてる方で、もうね、行ってるで、ね、出先のところに行っても、もうみんなが、おー、山ちゃんっていう感じのね、感じでね、なっておって、とかっていうんだね、ところとか、いうか、なんなら、お家でも YouTube でやってるっていうのも、ほぼほぼもう、普段行ってるね、ところがいろいろ、ね、何箇所かありますけど、まあ、どこもね、みんなもう YouTube やってる、してるぐらいでね、ああ、もう YouTube 止まらんから解除して、わーいとかね、いう会話をしながらね、やったりとかね、できるようなところとか、あったりしますんでね、っていうようなね、感じなんで、まだあれなんですけど、まあ、とはいえね、まあ、それでも、とはいえ、まあ、仕事ではね、まあ、多少ね、心身とも、まあ、疲れるわけでございました。いう中で、まあね、プライベートで、まあ、うちの場合は、本当にね、動画のね、カット編集してね、見てるのが大好き、っていうのもあるし、まあ、変な話、最近だったら、スバちゃんとか、最近、スバちゃんラレンちゃんのいねえかな、フォトだとね、このあたりとか、の雑談配信が、やっぱね、雑談配信は好きなんだよな。結局ラジオっ子だったんでね。めちゃくちゃ声優さんのラジオを聞いてた時の感覚であれ聞いてるし、まあ今でもその声優さん関係だと、あれだね、伊沢詩織さんだとはね。まあでももう、なかなかちょっともうラジオ感覚でちょっと流しながら、編集、2ヶ月時間がないんでね。プライベートの時間で撮れるのがだいたい、睡眠時間を3時間設定でしてるんですけど、3時間設定きついなと思う。4時間にはしてる。4時間にはしてるんですけど、4時間にはしてるんですけど、そうするとね、基本的に飯食って、動画見て、自分の動画編集して、どうのこうのしてっていう時間が、まあ大体5時間ぐらいなんですよ。全部合わせてね、片付けもして、皿洗いもして、俺ね、一人暮らしですから、洗濯物もして、いろいろとして、っていうのもろもろ5時間ぐらいで、だいたい4時間睡眠ぐらいになるぐらいの計算で、あとは残り全部仕事、ね、行ってね、準備して、実際も仕事をして、いろいろとお仕事をして、で、仕事終わって、まあ、いろいろデスクワークのやつをね、片付けて、家に帰ってくる、来たら、まあ、だいたい、そうやね、4時間、こう、休憩、まあ、そうだね、まあまあ、一日半分以上はね、やっぱ使っちゃいますから。っていうところだったりしますから。ね、早く終わったって、まあね、どうしてもね、前後合わせて、実際に家を出るところからって考えるとね、じゃあもちろん出勤、退勤時間はね、その定時だったら9時間とかになってくるわけですけど、まあ実際はね、まあ残業があったりだとかで、あとはね、その家からだと、家から出勤してっていう時間とかね、移動の時間とかもあったりしますんで、ちょっと離れてますからね、私。職場と家が。そんなに近いところじゃないですから。っていうのを合わせると、まあ、だいたい、13時間、だいたいね、朝4時過ぎで、終わるのが、ね、それの、まあね、結局家帰ってくるのが5時、6時とかになってくるって、ね、9時ぐらいにはなるかなっていうところだったりすると、ね、まあ、それぐらいになりますもんね。まあ、7時ぐらいで見込みしてるかな。そう、一応、デイリーの編集作業の計画は7時に入ってきてっていうので立ててるんで、まあ、それで3本作ってっていうふうに、
で、作れるぐらいのあれで、ニコニコ動画のね、投稿の管理して、TikTok の管理をして、コメントチェックしてとかっていうのを含めてで、もう寝たら終わりなんで、なかなかね、なかなかその、ちゃんとね、ゆっくりとね、したりする時間ないですけど、まあ結局そのね、作業のところも結構楽しいし、何やかんやその、食べるね、企画とかを入れてるんで、食べるっていうね、欲を満たして、動画の編集はね、酒飲みながらできますからね。なんていいんだ、YouTube って まあ、飲みながらだと全然仕事ね、できないよっていう人もいると思うんで、あれなんですけど、私はもう、全然飲んでて、できちゃえるんで。そんな、だからあんな、クソ編集になってんじゃねえのって言われたら、ちょっとそれはね、ことも人は私はね、あれですけど、ただね、酒なしではね、私のね、メンタル充電はできませんからね、燃料電池なんで、あれ、知ってました？アルコールで、ほら、アルコール自動でね、動く自動車とかあるじゃないですか。ね。バイオエタノール自動車とかあるじゃないですか。あれとしてバイオエタノールなんですよ。お酒って。だから、あれを入れることによって、燃料電池が動いてね。それによってね、メンタルのね、電池が蓄わってくわけですよ。山田さんの場合は。これは酒好きの論理です。酒好きな人を買ってくれるはずだ。っていう。まあ、そういう感じで充電してね、やってるんで。じゃなきゃね、こんな1日に3本とかが、続けれんよね、っていうところありました。まあ、とはいえ、ちょっと1日3本とか、ちょっともしかしたらちょっと仕事が、わっと忙しくなったり、ちょっとイレギュラーがね、いろいろと出てるんでね。場合によってはちょっと、12月までは多分1日3本いけると思う。なんなら今、実は、ここだけの話ね、11月の下旬から、もうちょっと投稿本数を年末に向けてね、増やせるように、今ちょっと準備をしてます。1日5本投稿にできるように、ちょっと今、プランを変えて、ちょっと今、先々の動画編集に向けて、ちょっと一応ちょっと1日5本でできるあれを、やり方でいけるかなーっていうのをちっちゃってやって。まあ、とりあえず一回ね、11月の下旬から1日5本投稿はやろうと思ってます。11月中は全然できる。12月上旬分ぐらいは全然動画を撮れてるんですけど、編集が果たしてその1日5本タクトが間に合うか、休日がね、がっつり、あるでーって言うんだったらあれなんですけど、場合によってはこれ、こんな感じで休日がね、土日もね、バシッと潰れる、あれがあるんで、来週もなんならちょっと土曜日潰れちゃうんで、全然編集できないんで、おっと、って言って、はなってるんですけど、っていうところがあったりしますね。まあちょっとね、まだね、はっきりとしたことは言えないのが、ちょっと、すみません、正直なところなんですけどね。まあ、という感じで考えたりもしてるんで、まあ、3部とか、まあ、毎日投稿は、まあ、全然できる、正直。うちのね、企画、あれだったら、あれですよ、毎日投稿が難しいって言ってる YouTuber を否定してるんじゃないですかね。あの人たちが、正直、テロップも何もなしに BGM もつけてない、編集、正直収録も10分、20分で終わってんだろ？んで、全部合わせたって1時間もかかる。ねえじゃんっていうような動画で、毎日投稿は厳しいです。というやつは働きにいぞーと思いますけど、さすがにね、っていう人もいますけど、いるかもしれませんけどね。底辺だとね、底辺のね、そういうようなこともあったりしますけど。まあまあ、わからん。仕事がね、めちゃくちゃ忙しいっていうね。私だって、週100時間超えしとったとか、労働時間が週100時間超えとったときは、さすがにもう、これはもう動画の投稿とか無理よねってなってね、ちょっとしばらくやめてた時期があったんでね。まあ、今から10年前ぐらいか。10年以上、12、3年ぐらい前の時とかがそうかな。そうですね。で、ちょっと、あーって言って、仕事の方がバッカーになって、それもミスもして、はい、もう、役所から、はい、さようならってなっちゃって、まあ逆に言ったら、時間ができるんで、それで、ちょっと生放送とか始めたりとかね。なんだろうな。とりあえず、生放送っていうのはできる環境を作りやすくなってんな。昔は生放送しようと思ったらね、何万年かかるんやってなった時、カメラとかもめっちゃ安くなってきてるし、あれこれ？ネット環境さえ整えればできるなっていうんでね。それで2014年ぐらいちょっと生放送でゲーム配信、ガールフレンドかっこかかりやってみたっていうね。ゲーム配信、実況配信とかやってみたのが10年前か、9年前あれがもう怖いね。とかってね、あったりしましたけど。
まあ、なんでね、まあ、一概にね、もちろんめちゃくちゃ仕事頑張ってるのかもしれませんし、そんな感じで。の上で動画を上げるのにっていうのかもしれません。まあ、うちの場合は、だったらまあ、まあ、普通に多分仕事してる、ビタ天のね、仕事でね、そんなに、仕事内容とかもね、毎日、激闘みたいなね、感じじゃないならね、俺、毎日投稿できると思うんだけどなと思いますけど、まあ、それはね、人によってですからね。じゃあ、あまりそういう毎日投稿の底辺が増えてしまうと、私の底辺オブ底辺のチャンネルはね、厳しくなってしまうので、やめてほしいな、というところだったりしますけどね、っていうようなところだったりしますので、まあ、その際、まあ、いわゆる、心構えとしては、結論としての心構えとしては、その蓄電池の充電。充電する場所しっかり作っといた方がいいよっていうところね。うん。時間じゃないです、これ。時間の掛け合わせだと思ってますんで。別に、その充電する時間がね、その2、3時間でも、フル充電できるよっていう環境の人もいますしね。まあ、変な、サウナ、ね、サンセット入ったら、あ、もうフル充電できるわ、できたわ、っていうね、人もいるところになってしまうし。逆にね、意外とね、容量が普通ぐらいの人の方が、あ、疲れたわ、へだったわっていうのがわかるんで、充電しなきゃってなるんであれなんですけど、容量がめちゃくちゃでかい人って、逆に言うとメンタルめちゃくちゃ強いやつで、ドーンって溜めれる人ほどね、いざ減った時に充電の仕方がわかんないし、溜めるための、その充電のね、器がでかすぎるんで、充電すっげえ時間かかってしまうよとかっていうのがあったりするところが、なんかあるなっていう気がするんでね。そのあたりね、しっかりと充電できる環境。単純に、まあもちろん、無類の子も子供好きでね、子供がいれば幸せっていう人もいるかもしれませんけど、全員が全員そうじゃないと思うんで、いや、そう、人間というのはそういうふうにできているっていう人もいるんでね。いや、そんなようなね、その子供のね、笑顔を見てね、イラッとするようなね、人なんてね、一人もいないっていう人もね、いるんですけどね。いや、俺そうなんやけどって言って、論争になったことはありますけどね。いえ、あなたも心の奥底では、絶対、子供の笑顔の中で、幸せを得ているはずなんです。いや、フラストレーションしか、持ってないんですけど、今、蓮向かいの席の、暴いてるクソガキに、ということも、あたりしますしね。これに関しては、妹もね、同じような感じなんで。だから、とりあえず、ここの二人は、絶対そういう、クソガキ、できないので、大丈夫だろうな、っていうね、ことがあったりしますんでね。少なくとも世界中に、ここに二人いるぞ、全員じゃねえんだぞ、ってね、いうことはね、言ったりしてるんで。それは結婚できないわな。だから、もう分かってるでも結婚しない、ね、感じでやってますけどね。まあ、そもそも結婚できないし、こんな感じではね、こんな感じのね、ね、底辺でね、やってて、もう、1時間40分喋ってんの？何やってんの、俺。ケーキの紹介。まだ表紙だよ。まだ表紙なの。1時間40分しゃべってる。ああ、明日の準備もしなきゃいけないって言ってたら、ああ、こうなっちゃうんだよ。ということなので、まあ、しっかりと充電できる方法をね、作っておきましょうっていうことでね。まあ、そういった環境が、整えられるかどうかっていうのが、まあ、東海オンエアさんのっていうよりはね、芝生さんの、まあ、一つ大きな、課題になってくるんじゃないかなという気がします。あ、それはもちろん他のメンバーさんとか、他の全 YouTuber さんに、当てはまることではあるんですけどね。プライベートもそれも全部書き、減らしてっていうと。だから、まあ、メンタルバカンっていっちゃうって、YouTube やめちゃう人多いじゃないですか。カップルチャンネルとかでも結構多いのは、単純にその、結局、だから充電できるところからなくなっちゃうっていう問題だと思いますよ。うん。と思います。海外やっぱうまくいってる人はね、ちゃんとね、スキンシップする人。海外は本当好き、スキンシップって言葉便利だね。スキンシップめちゃくちゃしますもんね。まあ実際そうだよね。スキンシップの言葉の範囲、その抗議的なスキンシップなのかどうかわかりませんけど、今日ね、その狂気的なね、普通のそのスキンのシップのね、肌と肌がね、本当もう、ふりあるけど、全然普通にね、コンタクトしますもんね。海外のね、英語とかの、そういった Vlog とかね、と見てると、あったりしますよっていうのがあったりしますんでね。っていうのが一つ、大事なところなんですけど、で、まあ、これからね、社会人になるような人たちも、そのあたりとかね、しっかりと、ね、肝に銘じててもおかしいですけど、自分がどれくらいの許容量なのかな、周りはどれくらいの許容量なのかな、私たちは周りの人よりも、どうやら許容量は少ない。でも、消費効率はいいみたいだ、みたいな見極めね。で、充電できる環境があるかないか。まあ、実際そういうのでね、見れる時点で多少あるはずなんでね。俺これで充電できるなっていうのを見つけたら、そこにはしっかりと時間確保する。俺この時間だけはしっかり確保する。それが、わかりません。
私の動画をね、見ることがその充電になるって言ってくれるんだったら、それはそれでめちゃくちゃ嬉しい話なんで、ぜひいっぱい見ててください。いくらでも動画はありますと言って、2300本もうすぐ行きますから、いくらでも動画ありますね、みたいな。ただいいと思いまして。まあもちろん、この値段のやつだけとかでもいいんですよ。全然充電するのにはね。うちの場合はそれがインターネスティングによってる動画。これって何なの？みたいなのに興味を持つ。だから、あれでもいいし、ゆっくりの解説とかも好きだし、ゆっくり解説も、って言って勉強になりすぎだし、だから先だと、ね、スバル、ウイママとかもそう。結構そう、なんか配信って基本的にそれなんですよね。だからね、上でやってる人たちの会社みんなで全部へーっていうのがあるから、何見てもあれだし、ただゲーム配信だとゲーム見てないとあれなんでね、っていうのがあるんで、なかなかちょっとゲーム配信メインでやってる人だからちょっと見にくくてっていうのがあったりするんで、だから雑談配信メインの人がすごく私としては好みではあるんでね。だから雑談配信。まあ、お絵かき配信、ね、ウイマも追いかけ配信と言いながら雑談しながらとかが多いし。タモキさんとかも何か結構雑談、フリートークすごくね、次第に置いてるのが多いんで、ネプちゃんとかもそうか。麻雀も結構麻雀を打ちながら、いかに雑談トークを回すか。ね、タクを回しながら雑談回すみたいなところもあったりしますのでね。特にプロの方、プロのね、麻雀の人とかが入るようになってね、本当にそのあたりが、非常に、麻雀のレベルも上がってますけど、そういったフリートークのところもね、すごく上がってるなっていうのがあるんでね、面白いなって思いながら、話しながら見たりしてますけどね。でもね、気をつけとかないと、たまにね、ふわってね、はい、編集画面にしたって、ちらっと見に行ったらね、あれ、国旗貼ってねってこととかありますからね。あれ、国旗貼ってる、嘘、あ、当たったみたいなね、とある、ネルちゃんの配信とかでやりましたけどね。あの時実は、一射点ぐらいまで見てなかったんですよね。ふらってね、配信のね、やつ、自分の編集がちょっと一段落と言って、パってね、これなんでもちょっと見るかなと思って、パッとあげたらね、こっちテンパりしてる。っていう、こととかあったりしますよね。なかなかまあ、ゲームのね、要素もあるんでね。あれですけど。まあ、そういうね、感じでね。まあ、だからまあ、結局私は、だから配信は、トークで楽しむし、まあ自分もどっちかというとトークメインのやつになっていくと思います。ゲーム配信はあんまりやらないと思います。まあ、ジャンタもやりたいんですけどね。正直、今、ジャンタも配信の準備してやるんだったら、正直、今、溜まってるちょっとまずある程度出し切らないといけないなと思ってますので、その上で、ちょっと旅行系の動画も撮りたい企画もいっぱいまた溜まってるんでね。やっていかないとな、ってとかありますんでね。1日5本と、本当にね、1日7本投稿ぐらいしたい、正直。編集できる人とかもね、見つけて、まあ、編集だけやっといて、みたいなね、動画もね、作って、だったら別に1日7本できなくもなさそうなんだよな。うちのね、このクオリティだったらね。なんで、やりたいことだけやるっていうんだったら、そういうのでもいいしなと思いながらね。私はそういうので、蓄積してるんで、蓄積ついでに皆さんも蓄積できたらいいなと思ってますし、まあ、そうじゃなくてもね、フリートークの、だからうちだとおすすめはもちろん、スバル、ね、スバちゃんと。まあ、スバちゃんといいね。最近、ちょっとそのラベンちゃん。この3人フリートーク特につい、あれだなって、幅広いですかね。いろはちゃんも何やかんや見るなっていうところがあったりしますね。その動画の軸に見てるのは、そうか。そうだな、何やかんやそのあたりかな。っていう感じだったりしましてね。西三地だと、ルイス？この、前本さんがね、休止しちゃったんで、あれですし、あれですけど。まあ、でも、西田氏聞くと、麻雀から入ってるのが多いんで、またちょっと別だったりしますけどね。まさるくんとかも、もう新規で知ったしな、っていうところですしね。まあ、最終時間で言うと、多分、パッドだとまさるくんの、ASMR の、最終時間が一番、多分、長くなってると思いますけどね。それのが大きいなって。あれで止まってるわ。そうだね。結局やっぱ ASMR か。だな。あれで充電できてる気がする。なんてね。こともね。そう、いろいろと今話題になってますけど、私プレミアム会員だからね。なんせ広告入ってこないですからね。そこはもう ASMR で癒されたからもう、断然今プレミアム登録がおすすめですからね。
いいと思いますよ。あとは、なんやかんや、実はパトレちゃんのあれも買ったしね。DL サイトで、有料の版のやつも買っちゃったしね。SMR。なんやかんや SMR、楽しんでおりますからね。っていうこととかも、そういうね、充電式、いろんなパターンがあるんですよ。別に L サイトだっていいんですよ。L を見てね、充電、なんか遅くな、出す方な気もするけど、まあ、でもいいですよ。それで、別にね、物理的に何かを出したとしても、それでメンタルがね、満たされるんだったら、いいんですよ。そういうのも大事ですからね。体力のその消費とまた別ですからね。メンタルのその充電というかね。体力みたいに、ある程度ちょっと筋肉量とかで目に見えないところだったり、基礎代謝だったりね、その筋肉量とかで目に見えないところだったりするんで、ちょっとそこはね、また難しいところだったりしますけど、ね、そのあたりとかを、しっかりとできるようなところでやっていくと、社会人だと、学生の時は、ね、気にしなくなってね、溜まってくるんですよ。学校でね、友達は遊ぶのは楽しいし、放課後遊んだら楽しいし、部活は、うちはね、文系部だったんであれですけど、まあ、なんやかんや楽しいし、ね。ほとんどもたまるんですからね。社会に出るとそうもなくなってくる。本当にどんどん支出ばっかし増えてくるんで、メンタルの支出ばっか増えてくるんで、はい。そのあたりでいかに充電するかっていうのをしっかりと持っておくっていうのが大事なんじゃないかなっていうのが、全般的に言えるところなんじゃないかな。特にその、家庭を持っとね、そこら辺のお願いをつけるっていうのが、すごく大変なのかなっていうのはね。まあ、童貞のね、おっさんが言ったところに何の、なんか説得力もないですけど、そのあたりをとかを意識して、なんか、こう、社会生活とかね、これから社会人になってくる人とかね、社会でなかなか悩んでるなっていう人とは、そういうふうなところのお出会いとかを見ていくといいんじゃないかなと。っていうような感じで、もう一回閉める。ケーキ取り直す。はい。という感じでやっていきたいと思います。ということでね、この動画はね、これぐらいで締めさせてもらって、ケーキのやつは後日あげます。すみません。またちょっと後日あげますんで、ちょっと今日はちょっとこの後ちょっと準備してやらないといけないわ。また一人後日取り直そう。という感じでやろうと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、この動画はこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ケーキ写しとっただけやないかい。なんだこれ。